音量はこのぐらいでいいかな。ダンパーペダル、OK、では始めましょう。はい、皆さんこんにちは。今回の動画はですね、今画面に映っているのが、作曲をするための、ソフトウェアの、DAW、DAW ソフトの一つの FL スタジオっていうね、作曲をするためのソフトウェアなんですけども、今回の動画はですね、この FL スタジオを起動して、すぐにその作曲のアイデア練り、その作曲のスケッチにすぐ取り掛かれる、デフォルトのテンプレートを作りまして、皆様にね、興味ある方にダウンロードして使っていただこうかな。配布しようかな。暇だからっていう動画の企画になってます。暇なんで、テンプレートでもね、初心者用、あくまでも初心者。ベテランな人はもう見なくていい。ダウンロードしなくていい。初心者のための、講座とは、とまでは言わないけども、その作っていく過程、テンプレートのね、テンプレートのそのプロジェクトファイルを作っていく過程、初めから終わりまでノーカットで、編集点なしで、全部包み隠さずね、全部これ動画載せるから。だからね、作り終わってね、動画の締めに入るまでに多分ね、3時間くらいかかると思う、この動画。多分ね、もう、この動画見てるってことは、皆さんが動画見てるってことは、YouTube でね、タイムの飼育場のところに、終わりの時間書いてあると思うんだ。多分です。多分ね、もう予言しとくよ。3時間、何十分とかになってると思う。下手すると4時間ぐらいかかるかもしんない。あのね、細かくね、ここはこうしてこう使ってねとか、使い方の説明だとか、これこうなってるから、FL スタジオってこうなってるから、こうするといいよとかっていうアドバイスとかね、もう雑談、もう横にそれで話がずれてみたいな形でね、話が多くなってね、最終的に3時間4時間の動画になると思われます。しかしながらね、初心者用とはいえね、もしかしたら、あなたが知らなかったこと、知らなかった設定だとか、何かその目から鱗じゃないけども、棚からぼた餅じゃないけども、なんか得られるものがあるかもしれないから、僕と同じように今、暇なあなた、最後まで見てって、既得な方はね、最後まで見てって、見ていっていただければ、ちょっと嬉しいかな。これから3時間くらい、ベラベラノンストップで喋りながら作っていくから。だってね、初めて僕の動画、僕のチャンネルに来た方に、あらかじめ前もって言っておくんだけども、僕はこうやってボイスチェンジャーを使って、時々こういう風にね、フェイスアバター、VTuber っぽくね、配信してる。基本的には僕の、今のやってるチャンネルは、ゲームの配信、ゲームを楽しむ配信が趣旨になってるんだ。あと僕 3D モデリングも趣味でやってるから、仕事でもやってんだけどね。3D モデリングとゲームよりのチャンネルなんだけども。でね、僕の人柄としてはね、いいものはいい。で、ダサく、ダメなものはダメだわって、白黒はっきりしてる人柄なんですよ。その点ちょっとね、そういう人なんだなっていう風に思っていただきたいと。何か僕、時々ね、毒舌が出てくるから。あのプラグインは、ああで、こうでとか。いろいろ毒舌も出てくると思うんで、その点ちょっとご了承。僕のチャンネルではその、なんていうの、リスナーさんに媚びを売ることはしない人なんで、裏を返せば、裏表がない。ご機嫌取りとかね。肯定だけの人間、イエスマンじゃないんで僕は。それはいけないよっていうことはバシッと言う人だから。
白黒がない。だから猫かぶることも僕しないし、そこもちょっとね踏まえて置いていただけると助かります。ボイスチェンジャー使ってるからといってあまり偏見も持たないでいただけると非常に助かります。ボイスチェンジャー使うとね、何がいいかってね、同じこのボイスチェンジャーを使うと誰でも音程さえね大体同じにすれば同じ声になるっていう、誰がねこのマイク、僕のマイク今こう喋ってるマイクにね他の人が喋ってもねこの声になるから。だから中身が変わっても気づかないっていうね、そういうところもあるんだよね。どうでもいい話だけど。でね、でも録画開始してから5分経ってるけども、でね、ちょっとね作り始める前にね、ちょっといろいろね事前に説明しておかないといけないことが多々あって、ちょっと聞いてって、あ、じゃあ聞いて、ちょっとねいろいろねプロジェクトに関してね、いろいろあるのよ。まずね、今FL スタジオ自体が、今の最新がね FL スタジオバージョン21が最新なんですね。で、今僕これ今起動しているのは FL スタジオの 20.9.2 だったかな。あえて今僕のパソコン21もね最新のバージョンのビルドも入ってんだけども、今起動してるのは 20.9.2 のバージョン。で、なんで 20.9.2 かっていうと、ちょっと話長くなるんだけども、21になると日本語化、今現在ね、日本語化を作る手段が見つかってないのね。裏技的に。で、バージョン20はね、かろうじてね、こういうふうにね、ちょっとね、厄介なんだけども、自分自身で日本語化することを、日本語化ファイルを作ってね、こうやって日本語化できるのよ。っていうのもあって、あ、でね、日本語化ファイル、20をお使いの方はね、日本語化こうやってできるんで、知らなかった人は、説明の概要欄のところに長ったらしいいろいろ書いてあるはずだから、説明の概要欄のところに、日本語化ファイルのダウンロード先も僕の作ったファイル置いてあるから、まあ使って、もしよろしければ。でね、話戻って、なんで 20.9.2 を使ってるかっていうのは、まあその理由もあって、でね、プロジェクトファイル、この FL スタジオ独自のね、まあ保存したファイルですよ。作曲した。このすべての情報を記録したファイル、プロジェクトファイルね。これね、FL スタジオの欠点の一つなんだけども、バージョン違いでね、互換性がないっていう。例えばね、これ 20.9.2 で僕ファイルを作りました。この 20.9.2 で作ったプロジェクトファイル、21とかね、上のバージョンであればね、古いバージョンで作ったファイルって開けるんだわ。その逆ができないの。例えば、バージョン21で作ったプロジェクトファイル、僕が今使ってる 20.9.2 ではね、お使いの、FL スタジオはバージョンが低いため、ま、開けませんみたいな形でね、警告出てね、正しく開けないっていうね。下のグレードに対してね、下のバージョンに対して互換性がないんだよね。だから、このバージョン 20.9.2 がね、このバージョン20の最終ビルドなんだ。この20.9.2 の次のバージョンアップで21になったのね。これは20の最終バージョン。で、中にはそのね、21、ちょっとまだバグがあるから20を使ってる方もいらっしゃるから、21で作っちゃうと21以降限定になっちゃうんで、まあそういう理由もあって、最低でも 20.9.2 で配布した方がいいなって思ったから、まあそういう次第ですね。まずバージョン、下のバージョンに対して開けなくなるっていう、注意点がありますよと。これがまず事前の説明したかった一つ。
でね、あ、先に今現時点で話しとくか。もう多分3時間4時間の動画になるから最後まで見るのちょっと長くて辛いっていう人は、もう説明の概要欄にね、今回出来上がったファイルダウンロードリンクが貼ってあるんで、もうちゃちゃっとダウンロードして使ってみたい、中身見てみたいっていう人はね、もうすぐダウンロードしてお使いの FL スタジオで使ってみて。でね、ダウンロード先はもう概要欄に貼ってあるんで、まあダウンロードしてねっていうことと、でダウンロードしたファイルをどこに、そのお使いのねハードディスクのどこに保存すればいいのか、で保存した後どこの設定を、いじることによって起動する、起動した時にそれが開かれるのか開くのか、その設定の方、設定の手順も先に説明しとくね。どこにでも保存したファイルをね、起動時に指定することはできないんだわ。特定の場所に保存されているファイルのみ、起動時にこれを開いてくださいっていう指定することができるんですね。で、それどこなのかっていうと、わかりやすく言うと、この、テンプレート、上から2番目だね。このファイルの上から2番目。ここのディレクトリに入っているプロジェクトファイルだけが起動時に指定できるんですわ。だから、デスクトップにね、適当にデスクトップに保存したファイルは指定できないんですよ。で、ここに保存する必要があるのね。じゃあ、ここはどこなのかっていうとね、インストール、FL スタジオをインストールした場所に行ってほしいんだね。インストールした場所がね、わからない方はね、おそらくその、FL スタジオの起動ファイル、起動するためのショートカットって、おそらく皆さん、まあ、デスクトップとかにあると思うんだよね。その、FL スタジオを起動するための、そのショートカットを右クリックすると出てくるメニューの中に、ファイルの場所を開くっていう項目が多分あると思うんだよね。あ、これ Windows の話ね。Mac の人は、ちょっと僕 Mac 持ってないからわかんないから、Mac の方は Mac の方で置き換えてなんか考えて。ごめんなさい。で、デスクトップに保存してある、置いてある FL スタジオのショートカットを右クリック。ファイルの場所を開く。その項目がもし万が一なかったら、プロパティ開いて、右クリックメニューの。プロパティ開いて、どこかしらのタブの中に、そのファイルの場所を開くっていうボタンが多分あるから。そっから行けるから。で、そこに行くとデータっていうフォルダーが、絶対あるから。データの中に入って、で入ると、こういう感じになってるはずだから。ここのね、テンプレートっていう、ここさっきの項目のとこね。ここに保存してほしいんだ。僕のファイルダウンロードしたら、ここに入れる。で、おすすめとしては、僕はね、オリジナルっていうフォルダを作って、なんだろう。デフォルトで FL スタジオインストールした時のファイルがま、これらなんだ。1,2,3,4,5,6。で、自分が作ったファイルって自分だけのフォルダーに収めて管理したい派なんだよね、僕はね。だから、オリジナルっていうフォルダーを作っても、この中によく使うプロジェクトファイルを入れるようにしてるんだ。なので、なんか、まあ、僕と同じでよければ、オリジナルっていうフォルダーを作って、そこにファイルを置いていただければいいんで。で、ここに置きましたらば、オプションを開いてほしいのね。で、上から1、2、3、3番目。ジェネラルセッティングかな。英語のままの人は。で、ここ、開くとこのジェネラルが一発で開くから。ここの、下の方。ここ。デフォルトテンプレート、英語の方はそう書いてあるはず。起
定のテンプレート、ここでそのダウンロード していただいたファイルあるはずだから、それを指定していただくと。で、注意としては、スタートアッププロジェクト、これ基準をどれにしますかっていう3種類あるんだ。この以前開いてたプロジェクトファイルを開くっていう、パターンと、まあ、規定のテンプレート、もしくは空のプロジェクトをで毎回開くっていう3種類の設定があって、このプロジェクトファイルを毎回開いてくださいっていう指定をする場合は、この真ん中のデフォルトテンプレートね、これを設定することによって、ここで設定したこれが開かれるから、この2つ設定すれば、次回以降起動した時に僕のプロジェクトファイルを開くと。この設定が必要なので、先に説明しておきます。この段階でもう15分以上経ってんだね。ちょっと急ごうか。ちょっと待ってね。いいか。事前に説明すること、他にもうないか？大丈夫か？説明したね。ダウンロード。今回作ったファイルはもう説明の概要欄にリンク貼ってあるよ。バージョンの互換性についても話したね。で、ダウンロードしたファイルを保存する場所を説明した。設定方法を説明した。OK かな。よし、では作っていきますか。さあ、こっから3時間4時間。時間かかりますから。で、とりあえずね。よいしょ。まずはドラムキットから組み立てていきますか。そうしましょう。ドラム、バスドラのキック、この音でいいか。そうだな。キックの次はスネアだよね。スネアもちょっと変える？あ、でね、あ、そうだ。話そびれてた。あのね、まだ買ってない人に向けての話なんだけど、FL スタジオにはね、いや、買った人もかな。FL スタジオにはね、やっぱりその、お安いバージョン、お安いエディション、中ぐらいのエディション、高いエディションみたいにね、いくつかグレードがあるんだよね。で、なんだっけ、一番価格がお安いのがフルーティーエディションっていうね、非常にそのいろんな部分で制限がかけられてロックされていて、機能が使えなかったりするそのお安いエディション、シンセサイザー、エフェクターに関してもね、インストールはされてあるんだけども、トライアルバージョンでフルには使えないっていうね、お安いエディション。で、次がプロデューサーエディション。これちょっとその、フルーティーエディションよりも、ちょこっと機能がアンロックされて、ちょっと良くなったバージョン。で、もう一個一つ上が、まあ、かなりアンロックされた。かなりの機能が、使えるようになってるシグネチャーバンドルっていう、ものがあって、で、次が、一番、価格が高い、オールプラグインエディションっていうね、すべてのプラグイン、すべてのその VST プラグインね、シンセサイザー、いろんな機能だとか、エフェクターね、それがもう全部搭載されているもの全部使えますよっていう、その4つのグレードに分かれていて、だからそのバージョン違いによって使えるエフェクター、使えないシンセサイザー、使えない機能、使える機能、バージョン違いでちょっとやっぱ出てくるんだよね。なので今回この作るプロジェクトファイル、やっぱりね、あ、さっき見えたかな？僕あの、オールプラグインエディションなんだ。だから僕は全部使えるんだけども、やっぱりフルーティーエディション。一番下のグレードの方で
も使えるように下のグレードに合わせて作った方がいいと思うんで、すなわち使うエフェクト、使う音色だとか、そういうのも非常に質素な、もう初歩の初歩的な、もう質素な音によるプロジェクトファイルになってしまうんで、まあ、そこはちょっとあらかじめ、踏まえておいていただきたいと、念頭に置いていただきたいと。言うてもね、作曲のデッサンするわけだから、デッサンなんで、とりあえずコード、まあリズムね、最低限の、そのドンカマ、そのね、メトロノーム代わりのリズム、だいたいこんな感じのリズム、ドラム、で、ベースラインはこんな感じ、で、ピアノ、コードはこんな感じでね、で、メロディーはこういう感じっていうね、本当の基本を作るデッサンなわけだから、音にまだこだわるべき場面ではないから、まあ、いいと思うんだよね。その基準としてはフルーティーエディションで扱えるものでプロジェクトを作るという前提で音選びも選んでいきます。で、スネアの音は、これでいいか。クラップって使う？デッサンの段階で。1を用意しておくべきか。ハイハットだね、次ね。これでいいか。ちょっとその、あれだね。まあ、ここがその、この WAV ファイルの元の音なんだけど、この C5。あ、ちょっとちっちゃいか。C5 が元の WAV ファイルの元々の音なんだけども。ちょっと音悪いけども、こう1オクターブ上とか、この辺もやっぱ、全然使えるよね。まあ、つまりノートの高さで、こういうハイハットも結構キャラクターが変わるっていうかね。まあ、だから、ハイハットデフォルトでいいと思うんだ。このオープンが欲しいわけよ。ハイハットのオープン。クローズドオープン。ハット。どれがいいかな？これが根本的に、本当にリアル系のハイハットの音だから、オープンもリアル系がいいよね。あ、ちょっとこれ、あれだね、流しながらの方が、掴みやすいね。単品だけ聞いても。ちょっとわかりづらい。ハイハットはどうしよう、つくちつくちでいいか。で、オープンだね。実際にこうやってはめ込んでみないと合うのか合わないのかって判断がちょっとね、つきづらいんだよね。合わないね、やっぱり合わないね。
なるべくロングのオープンがいいね。これがブナ、これがブナ。これでいっか。で、お、キック、スネア、クローズ、オープンのハイハット決まった。まあ、クラップもまあこれでいいでしょう。あとシンバルですかね。ドラムキットを組み立てましょう。これはオーソドックスだね。これでいくか。あー、そうか、ドラムキットパターン1個にまとめるとこれ全部 C5 だから、 C5 だからさ、 C5 が1本並びになっちゃうんだよね。これ分かりづらいね。こういう時はね、あ、ドラムは C5 でいいか。 C5 で、スネアはミ基準にしよう。ミキじゃん。で、ハイハットは、黒鍵盤のファーシャープで。よいしょ。ファーシャープ。で、オープンはソのシャープにしようか。これ一応説明しとく。こういう WAV ファイルね、どの鍵盤を、元のキーに設定するかっていうのが、右クリックで好きな場所をね、変えられるんだよね。だから、ソのシャープを、このハイハットのオープンの元の音。これを鍵盤。で、こうすることによって、ね、こうやって見たときに、やっぱ、の音がね、音程で分かれるからね。スネアが どこで、ハイハットがどこでとかって、全部 C5 だと、一方、一律になっちゃうからね。あー、スネア、ウジュレとか。待って、これ、8小節いやいや、2小節にしよう。8拍にしよう。ちょっと待ってね。裏取る形にしようか。あ、違う違う。これ、レ。めんどくさいからレにしよう。寂しいから間をね、ボソッと、間をボソッと埋める役割。
なんか複雑さ、単純な8ビートじゃないちょっと間に入れるだけで複雑さを演出するシンバルが、シンバルクラッシュはここでいかない。ラヌシャープで一小節でいいのかな。テンポ140でしょうか。あ、待って、これエンデロック設定したか。ってことは、どうしようかな。スネアも一応細かい、ハイテンポな連打の時エンベロープ指定してあった方が音かぶんない、かぶんないからね。いや、ハロー、レイジだよ。16ボンプの3連とか短いの音の音にもちゃんと音が切れてくれるから、これバス、あーバス、あーバスドラ、あーバスドラム、細かい連打、ビルドアップ、ビルドアップの時とかだとノートで切れた方がいいよね。ノートの長さをちゃんと指定する形を取りましょう。あ、なので僕のプロジェクトでデッサンするとき、あのドラムもね、あのこのノートで、ノートでわかる？ノートの長さで止まるようにな、してある、しておくから、あの、極力、ドラムも一個一個、極力、長さ、ちゃんと考えてね、あの、16分音符で、一個でポン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 って置くとすぐ音止まるからね。あ、そっか、あと、ハイハットもオープンクローズさせるから、グループ分けしないと。これでお互いが、お互い、ん？相手の音が鳴った時に相手の音を消すっていう設定になるんだ。こうすることで、このオープンクローズ、オープン、これがあのクローズハイハット、これがオープン、ここに置くとツクチッってすぐ止まるから、わかる？ツーツーって声だと伸びるんだけど、音符はここに置くと実質 こいつは音符はここまでになってるんだけど、実質はまあこういう扱いになると。言ってる意味わかんないかな。これでいいか。ドラムキットこれでよしとしよう。あ、タム、タムも用意しとこうか。タム、タタタタタタン、あ、でね、フルーティーエディションってね、フルーティーエディションってね、こういう WAV ファイル、WAV ファイルね、これができないのよ、フルーティーエディションって。WAV ファイル、MP3 ファイルとか、あの、こうプレイリスト上にこうやって配置ができないっていうね、これがね、ちょっときついんだよね。こうやって、こういうことができない。だがしかし、インストル、インストルメント
トラックであれば WAV ファイルは使えるんだよね。そこはね、やっぱフルーティーエディションはね、ちょっと辛いんだよね。で、今何やる？あ、タムだ。やろうとしたことがタムだ。これでいいでしょ？タムの音はこれ1個で、これ1個で、ノートで、音程で、ハイタム、そのハイ、ミドル、ロー、フロアタム。こう音程で表現して、デッサンするときは。で、タムの、記事をし、タマ、このあたりにしようか。C6 を元の、音。だから、ハイ、ミドル、ハイ、ミドル、ロー、フロア的な形でお願いします。ドラムキットをまずノート置いとこう。ドラムキットは最低限これでいいかな。色は使う色はね、あらかじめ決めておいた青系で色は統一させるね。毎回開いた時に目に入る色になるから、このプロジェクトファイルもし使っていただければ飽きのこない色構成で、なんか赤とか緑とかぐちゃぐちゃだと毎回開くの嫌になるからね。だとルーティングだな。どうしようかな。今回ね、多分やっぱここ最近ってさ、トランス、ちょっと薄れてきたか。やっぱなんやかんや EMD 関連がやっぱり主流になってきてるじゃない？なんか、曲作ってもさ、なんかロックの曲作ってもなんかあんまり聴いてもらえない。で、EMD っていうだけでさ、なんか再生回数が稼げるみたいなところあるじゃない？だからダッキングのサイドチェーンをね、3種類のダッキング専用のね、トラックとして作っておくんで、こう、トラック、そのダッキングのトラックにつなげるだけで、そのトラックがもうダッキングされるっていう、その専用のね、セパレートで分けたか。そういう専用の、ダッキングサイドチェーンの、トラックも今回作ろうかな。とりあえずここマスター。マスターでいいかな。で、マスター。下はね、やっぱりね、ここってさ、0デシベルがどこ、振り切ってるのか振り切ってないのか、ちょっとちっちゃくて分かりづらいわけよ。まあこれ、キーボードのエンター押せば拡大できるわけなんだけど、
なので僕はね、あのゼロデシ、あ、デシベルメーターをね、僕ここのね隙間に置くようにしてんだよね。フルーティーデシベルメーター、これこれこれ、この隙間にペキュってね、こうする派なんだよ。そうすることで、あのここはゼロデシベルね。初心者のために一応説明しとく。この音量はね、ここまで出していいよってわけじゃないんだよね。このゼロっていう文字ちっちゃくて見づらいかもしれないけども、ここがゼロデシベルっていうラインなんだ。で、ここから上に超えると音割れ、クリップオンっていうかね、あのチチチチっていう、なんかそのスピーカーから異音がしちゃうような、音に異常をきたす境目がね、このゼロデシベルっていうね、絶対超えちゃ いかんぜよラインなんだよね。でも一応で、あの波形的には出せるんだよ、 このあたりまで全然。あの、あ、ちょっと音量でかくなるから気をつけて。あれ、振り切らないな。こっちで振り切ってんだけどな。これゼロデシベル、なんでこのデシベルメーター振り切らないの、なんでかな。リミッターかかってるわけじゃないよね。あ、そっか、マスターに入れてどうすんの。多分こっちに入れればいいのかな。よくしょ、よしょ。あ、見えたね。ゼロデシベルを超えるとね、あの音割れ、まあ、簡単に言えば音割れしちゃうよっていう、まあ、その超えてんのかな、超えてないのかなっていうのが、ちょっとここではね、ちょっと分かりづらいんだわ。で、この C っていう、ちょっと大きい、このレベルメーターが、この選択したトラックを拡大するっていうだけのやつなんだ。あ、だから、あ、そっか。あ、そうだよな。ついにデシベルメーター入れたらこうなるか。ついにミキサー、マスタートラックのデシベルを見たいんだよね。ちょっと頭が混乱しちゃった。でも音割れしない。ゼロデシベル振り切れないのはなんでなのか、僕はちょっと今悩んでるよ。振り切ってるはずなんだけど、こっちはなんでこんな低いんだろう。はてはて、これおかしくない？なんで？急にこれとこれは一致しない現象、なんでなのかわかんないな。わかんないね。わかんないな。あれおかしいな。なんかやらかした？まあ、いっか。あ、わかんない。こっちだ。こうしないとダメだったわ。いじってるとこ間違った。で、とにかくデシベルメーター入れとくと、まあその、ゼロデシベル超えてか超えてないか、どんぐらいの音圧が集まりすぎちゃってるのか、ちょっと見やすくなるから、これ入れときますよと。で、どうしよう。これ先に名前決めとくか。サイド、チェーン。3種類のね、ダッキング、サイドチェーン。1個は、キック、キックの音を
トリガーとした自動的なサイドチェーンダッキングで、もう一個がサイドチェーン、もう一個がオートメーション、プレイリスト上で細かくね自在に、調整がねプレイリスト上でできるオートメーションタイプ、オートでいいか、オートメーションタイプのダッキング、あともう一種類用意しとこっかな。これもね用意しとくとね結構使い道、使う用途が結構あるかなっていう。サイドチェーン、やっぱサイドチェーンのさ一番のその本来の目的としては、やっぱ EDM でさ、やっぱバスドラのねキックドンドンドンってあの四つ打ちを際立たせるために、その吐く頭、バスドラがドン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 ってそのドンの吐く頭でそのねバスドラのキックの音をね際立たせるために、ベースだとかスーパーソーとかの低音だとか、そのバスドラが持っているその低域周波数をガッとね開けてあげる、バスドラだけにしてあげるっていうために、そこの音量をカッて下げるわけじゃない。だからバスドラってさ高音域、イコライザーで言えばあの、まあ、こっちの方だよね、こっちの方の音域ってバスドラって使わないんだよね。だからここまでこうやってダッキングさせる必要は正直ないんだよね。でもキャラクターのその音のキャラクターとしては、まあ、ちょっと聞こえなくなったり聞こえたりっていうね、まあ、そこもキャラクターになるから、まあ音やねフレーズによってはそれもいいとは思うんだけども、なんかそのそのバスドラ直後のねその刻み、そのバッキング、スーパーソーとかなんかピアノだとかのバッキングまでそこでね聞こえなくなっちゃうっていうのはね、やっぱまあ状況によりけりにはなるけども、この高音域は残しときたい。でバスドラの周波帯、このあたりの音だけこうやってねバッキングすればいいわけで、本来はこれでバスドラの締めるその周波数帯開けてあげればねガッと際立つわけだから。でそういうね、つまりローカットタイプ、ローカットタイプの専用のオートメーションのトラックを今回作ろうかな、作って設定しておこうかなと。サイドチェーンローっていう名前にしとこう、とりあえず、こんぐらいでいいかな、色は。もう一個なんか後で考えよう。でとりあえずドラムのルーティング5トラックからでいいか。でね、ちょっと話また脱線するけどさ、僕ね、ドラムキットってね、まあ、EDM、トランス、サイケデリックトランスとか、その、なんていうか、生バンド、ロックバンドとかね、ヘビーメタルとか、ハードコア、そういった、リアル系のバンドの音、曲、以外ではね、ドラムはね、全部ね、ワブで構成する派なんだよね。で、一個バラして、一個一個トラックにルーティングする。で、一個一個イコライザー全部入れて、ちゃんとね、音域、周波数帯をちゃんと考えて、イコライザーで、ちゃんと微調整して、右左にね、パン振って、で、ホール、その、リバーブ、セーブもね、一個一個に、全部小分けで設定したい派なんだよね。だから、なんだろう。バンド系の場合だったら、
PSD3 か。もうモードドラムあるでしょ。モードドラムとかってさ、この1個のトラックで、1個のトラックで、まあ、スネア、バスドラ、ハイハット、シンバル、右、左、で、タムね、ハイ、ミドル、ロー、フロア、で、の、1個で奏でられるじゃない。もうこの鍵盤に音が割り当てられていて、これはこれでね、ロックバンドの曲を作るんだったらいいんだけども、僕がやっぱり求めているのはタム、タムは、イコライザーは これぐらい上げて、ここは下げる、でリバーブはこれ、このメーカーの、この会社のこのリバーブ。で、スネアは、ディレイをちょっとかけたいから、このディレイ、このメーカーのこのディレイをこれぐらい。で、イコライザーももちろん、このあたりをちょっとね、下げて、で、この周波帯をちょっとブーストかけるとか、っていう風に、個別に設定したいんだけども、まあ、こうなっちゃうとね、設定できるエフェクトってさ、まあ、この中でもエフェクターは、まあ一応設定できるよ。でも、僕が欲しいメーカー、会社のね、ファブフィルターさんとかね、もう、まあ、細かなことができない。で、一個のチャンネルになっちゃうから、ここにリバーブかけたらね、全部のね、その、ハイハット、シンバル、バスドラ、全部に同じ量のリバーブかかっちゃうからね。だから僕ね、これドラムキットはね、あんまり使わないんだよね。全部一個一個、このワブファイルで、その好きなそのサンプル音源、ね、カシミールさんとかね、こういっぱいこういうワブファイルで一個一個ね、好きなやつ入れるわけですよ、僕の場合はね。なので今回もね、ワブファイルをインストルメントトラックで、設定します。で、ここがスペル合ってる？大丈夫か？で、ここが、ハットのクローズ。で、ここがハットのオープン。次、シンバルか。シンバルって S 入るんだっけ？はい、まあ、いっか。シンバル。クラッシュシンバル。よいしょ。よいしょ。クラッシュ。いいかな。ドラムキットはこの濃い青色っていうことにしましょう。で、これがタムだね。タム。いらない。で、いいかな。間違った。違う違う。セパレートしたかっただけ。これでドラムキット。オッケーだね。で、ルーティング。
ドラマきっと完成ってこの時点で1時間、約1時間撮ってんだよね。まあ雑談入れながらだったからあれだけども、まあ本来ね、その一番初めのね、あのデフォルトのテンプレートで FL スタジオを起動 した場合はこのぐらい、そのまずその使う素材を用意するだけでもこのぐらい時間かかってね、もう作曲どころじゃないじゃない、正直。まあ、これだけでもモチベーションがさ、下がりはしないだろうけども、なんか制作意欲がさ、なんかそがれるよね、やっぱり。まだメロディーすら奏でてないんだよ。音選んでルーティングしただけだよ、ミキサーに。でもこっからまたピアノだとかね、コードを入力するための音をね、選んで入れて、で、最低限のね、ベース、あとなんか、なんだろう、リード系とかね、スーパーソーとかやっぱ入れなきゃいけないじゃない。こっからまたさらに。またこっからさらに僕30分1時間かかるんじゃない。音を用意するだけで2時間かかるんじゃない。喋りながらだと。でもね、これがまた楽しいわけですよ。次はベースかな。ベースを決めていきましょうか。ベースはちょっと明るい青ですね。ベース2種類ぐらいかな。なんだろう、ちょっとシンセ、エレキベースじゃないけどなんかシンセっぽい、なんかその EDM でなりそうなシンセベースと、あとなんか生っぽい実際のね、キングの、その、生っぽいベース。なんかね、作曲するときに、まあ、どういう方向性で曲作るかっていうのを、まあ、真っ白な状態、何も決まってない状態で、まあ、曲作りするから、まあ、シンセベースしか入ってないプロジェクトがポンって立ち上がると、やっぱどうしても、シンセ寄りになっちゃうじゃない。なんかね、トランスとか EMD 方面にやっぱどうしてもなっちゃうから、やっぱ生っぽい実際のベースも用意しといた方がいいと思うんだ。で、やっぱりそのフルーティーエディションを基準とするから、使える音色シンセっていうのはね、セラムとかね、使いたいんだよ、本当は。フルーティーじゃない、ハーマーとかね、FL スタジオの、まあ、音作りのシンセといえば、ハーマーだよね。まあ、ハーマーも確かあれ、オールプラグインエディションじゃないと、それ、シグネチャーエディションとかでも、シンセを別途購入しないと使えないんだよね。だから、フルーティーのシンセしか使えないんだよね。フレックスでいいか。確かフレックスって無料だったよね。フルーティーエディション、プロデューサーエディションでも使えるよね。ですね。シンセです。タブでベースで絞り込んで。サイバーパンク、お、いいんじゃない。
分最初の波形がちょっと弱いんだよね。初めからガンって上がってほしいんだけど、ちょっとこれはダメっぽい。おしゅれたチューン、この低音もちょっと欲しいな。イコライザーで上げた方がいいのかな。あ、おしりとさあ、なんかビヨーンってなんかビブラートっぽいの入ってる。いや、いいか、デフォルトのままで。このままでいっか。イコライザーでいじれば、まあまあいいか。鍵盤的に C5 あたりで動かしたいな。デフォルトのままでいいか。いや、 C5 あたりで、ね、じゃあこれまずベース1個。サイバーパンクじゃ何の音が、何の音なのか直感的に分からんから、サイバーだけ残してベース分かりやすい。これを11番12番かで、もう一個フレックスで全部固めるか。ちょっとね、フレックスって読み込み多数のフレックスが立ち上がる場合、ちょっと読み込み時間かかるけど、ね、起動してしまえばね、プロジェクトが開いてしまえばもう大丈夫だ。これもちょっと生っぽいベース欲しいです。あんまりくどくない音がいい。ちょっとサスティンがちょっとある。あ、ベルシティで弾いちゃった。この辺りって全部、あ、これは指引きみたいな感じか。あ、でもベロシティが強くなると、このフレッ、 YouTube で聞き取れるかな。微妙にね、あの、そのぶっといそのベースの弦がね、あのフレットにこうブリブリって当たるのも表現されてて邪魔くせえんだよね、こういうの。ちょっとダメだな。別のやつ。悪くはないんだけどね。アコースティックベース。なんでシンバルのリー。違うな、もうちょっと違うな。
あ、あとね、このフリーに、フリータブにある、入ってるやつ、極力全部ダウンロードしてね。多分ね、僕全部ダウンロードしてあるから、ダウンロードしてない人はね、プロジェクトファイル開くと、音がありませんみたいな、なんか、警告が出るかもしんない。あらかじめ、これ全部ダウンロードしておいてね、ここに出てくるやつ。無料だから。フリーだけに。やっぱこっから選ぶしかねえのかあ、これでいいか。でね、なんかこういじらないでそのまんまにしておくから、テンプレート自体はね、必要に応じてなんかブーストかけたり下げたりして音のね、色付けしてください。複製します。同じエフェクター、これね、三角形をして、このプリセットっていう項目の1、2、3、上から3番目。で、このアイコンがある。変なちっこいアイコンがあるやつ。これ本来これプリセットを保存ってする場所なんだけど、これはクリックしたまんま、ドラッグしてコピーできますよっていう、能力も秘めてるから。これ覚えとくといいよ。毎回さ、
あのトラックにエフェクター突っ込むときにさ、これと同じの入れたいんだけども、こっからこのでっかいタブをね、これ開かれて、こうやって選ぶのめっちゃめんどくさいじゃん。もうこれ入れたいんだっていうのをもう分かってる場合は、もうこっからグイッとトラック。で、絶対全トラックにはイコライザーを入れる派なんだ、僕は。絶対ね、なんかこう、いろんな楽器がね、こう、出揃ってくると、で、同時になってくると、何かのね、何かの周波数の、この周波数がちょっと邪魔だとかね、ちょっとお前出すぎっていう、そういうのはイコライザーで、ちょっと引っ込めてあげたり、音圧調整してね、0デシベルを超えないように、お互いの周波数をちょっと開けてあげると。ベースもそうだね。本当はね、ベースね、あの、持ってる人はね、あの、まあ、OTT とか無料だったよね、確かね。OTT とか、あと、ちょっとお高いけど、ちょっと前あの、フリーで配布されたけども、この、ルネッサンスベースとか。これ確か、定価が1万ちょっとだったっけ。ルネッサンスベースとか、その、お金に余裕ある方は、用意しとくと、結構いろんなところで使い道あるから、おすすめかな、エフェクター。これで一通り、イコライザーが入りましたと。マスターにも一応入れとくか。最終的な。微調整用のね。でね、もしその、ご自身でそのファブフィルターのプロQ3 とか、なんかその、お使いのお気に入りのイコライザーとかね、もし持ってる人いるんであれば、あの、ダウンロードしてね、設定して、で、ご自身のもの、よく使ってるものに、あの、全部置き換えて、あの、上書き保存して、で、自分でカスタマイズして、とりあえず今その FL スタジオの標準で入っているエフェクターで今、とりあえず構成するから。この水色っぽいの、これもイコライザーだってこれ直感的にパッと見てわかるように。イコライザーは全部色統一しとこう。で、あとベースはこれでいいかな。あ、待てよ。キックさ、まあ、僕はあの、キックとかスネアとか、リアルタイムレコーディングする派なんだよね。もちろん打ち込むことあるけども、ちょっと微妙な、その直感的な、その、ふわりしたいとき、リアルタイムレコーディングすることあるんだ。で、ちょっとめんどくさいときとかさ、なんつーの、やっぱその僕、ピアニストじゃないから、鍵盤弾くの下手くそなんだ。だから、つまりその、ベロシティがバラッバラにばらけるわけよね。同じその、フォルテシモだったらずっとフォルテシモとかあって、鍵盤叩く強さってバラッバラになっちゃうんだよね。で、バスドラのキックってさ、基本さ、音量でさ、ばらけちゃいけないじゃない。常にさ、その曲中はさ、同じ音量で踏み続ける。弱くだったり、強くだったりするとおかしいじゃない、バスドラって。だからあの、バスドラにはあの、コンプレッサー入れとくね。フルーティーコンプレッサー。だから多少ね、その、プリセットでいいか。多少その、ベロシティがね、ちょっと下がっても上がっても同じ音量になるように。これ入れとけば、
シーゴの音。これね、今僕めっちゃ鍵盤優しく叩いてるんだ。強く叩くよ。わかる？音量がね、優しく弾こうが強く弾こうが音量がそのほぼいいって。だからこれリアルタイムレコーディングするときにね、でリアルタイムレコーディングすると多少なりともね、やっぱりずれるわけよ。同じそのボリュームじゃないわけよね、強さが。でもそんなことないか。極端に今やったけども、こういう風にね、これコンプレッサー入れてないと音量がね小さくなったり大きくなったりしちゃうわけよ。それを防ぐためにコンプレッサーバスドラに入れとく。でね、ちょっとこれ話脱線するけどもさ、これ知ってるかい、みんな。ここのクオンタイズっていうところがあるのね。これデフォルトってオフになってんだっけか、オンになってんだっけか。これね、今オフにしたんだけども、この状態でリアルタイムレコーディングすると、こうめっちゃね、わかる？これノート、グリッドに全然合ってないの。ずれてるでしょ？本来ここでなきゃいけないんだよ。これもここだね。で、ずれるでしょ？で、だから、録音し終わった後に、こうやってクオンタイズって書けるわけよね。これが一般的な流れだよね。鍵盤で入力しました。クオンタイズ書けますっていうね。こう二つの工程を挟むわけよね。録音、演奏。終わった後にクオンタイズ。で、微調整っていう。で、これ FL スタジオにも、リアルタイムレコーディングの、その録音中にクオンタイズを自動的にもうかけますよっていうモードがあるわけよ。で、この上のところがノートの開始位置。つまりその鍵盤を押した瞬間の、位置を最寄りのグリッドにビシッと合わせる。これオンにする。で、この2番目のところがその逆で、鍵盤を離した瞬間のノートの終わり、音符の終わりの位置も最寄りのグリッドにビシッと合わせますよと。クオンタイズかけますよと。で、こうすることで、音符短すぎた。こうすることで、ちょっとアタックずれてるけども、グリッドにバシッとね、合わさると。これもね、覚えとくといいよ。だから、僕、下手くそで、ちょっと僕のパソコンスペックが低いから、ちょっとレイテンシー、ミディ入力はね、遅延が発生、どうしても発生しちゃってるから、ずれちゃうな、頭の位置がね。で、ピアノ上手な人であれば、このクオンタイズ、両方とも、オンにしとけば、上手い人だったら、もう一発撮りでも、ノートビシッて収まるよ。で、このグリッド刻み、どこで基準を決めるかっていうのがこれなのよ。ここ。そのための、オートクオンタイズのための、こう設定と言っても過言ではない。だから3連符にすると、例えばね、ギターで言うところのその、低い弦から高い弦に、ジャラララランって弾く、ああいう表現。だから今これ16分音符。ステップでね。ちょっとコード、
ちょっとコードで、コードで弾きたい。バスドラじゃ音伸ばせない。音、ピアノ追加しよう。ピアノ、ピアノ。じゃあ話が脱線するけどさ。このね、グランドピアノライト。こいつでね、リアルタイムレコーディング。まあこうやって入力するじゃない。あ、今何を伝えようとしてこれ始めたんだっけ。ね、ちょっと待って。でもこういう風にもう上手い人だったらこれが全部ビシッて合うはずだから。僕はレイテンシーも発生、遅延も発生しながらの入力だから、まあ、こうなっちゃうんだけどね。まあこういう機能が実際あるんで、鍵盤ね、叩いてミディキーボード鍵盤持ってる人はこれをオンにして、まあ、基本、あ、そうだ、あの、あれだ、あれだ、バラして弾くっていう。キーボード、あの、ピアノ弾くの上手い人は、この3分の1ステップ、これ3連符なんだ。これで弾けばね、なんつうの、その、ピアノで言うところの、なんかね、こういう風な、こういうのを、ちゃんとばらけて、の音記録できるし、僕はいつもこのステップ16分音符で弾いて、カッターで、こうやって切ってこういう風にするんだ。まあね、言おうとしてることはわかるでしょ。で、これがそのための設定だよっていうね。で、ピアノだね。ピアノ。これはやっぱ基本中の基本だよね。用意しとかないとね。もうちょい明るい方がいいかな。このぐらいかな。ベースさん、FL スタジオを起動して、とりあえずメトロノーム代わりに簡単なドラムをね、打ち込んで、まあ、8小節ぐらい。で、で次、その、まあ、ピアノを使ってね、四分音符刻みでいいと思うんだよね。あ、四分音符？ん？四分音符か。1、2、3、4、1、2、3、4っていう形で。あの、刻まなくていいから、なんか、みたいな。刻んで音作り、あの、曲スケッチしようとすると、ドツボにはまるから、そこで作り込みすぎて、こうじゃないな。音これじゃないな、とかってね、音にこだわり出して、で、刻みのね、ふわりにこだわり出して、で、次、ベースは、あ、ちょっとこうアップダウンさせようかな、これちょっと、あ、ちょっとスケール違うな、とかって。で、その、なんていうの、イントロだったら初めの4小節でさ、めっちゃ作り込みすぎてさ、ちょっと、まだ曲のね、A メル、B メル、サビとかね、ビルドアップとか何も決まってない状況でね、最初の1小節、2小節からもう、フルスロット、もうフルアクセルでね、作り込むとそこで完全燃焼しちゃって、次に繋がらない、次に進まないまんま、疲れて制作意欲がなくなって、あ、やっぱこれダメだなぁ、やっぱやめようつってね、消しちゃうみたいなね、形になるから。で、その時、まあ、ピアノは絶対その、曲の取っかかりとしてね、コードを決めるのには必要だよね。
コア飲む。ピアノとあとは何をしようか。イコライザーもセットして、どうしようかな。あとそうかな。 リードとかそう関連だね。スーパーソーとか、これ僕が使ってる音でいいかな。あ、じゃあハープシーコードも入れとくか。ピアノだけじゃね、なんかこう色付けがちょっと浅いなんかイメージつきづらいから、あのアタックの頭とそのケツの終わりの部分もガチッとこうアタックが効くハプシコード、これもまあなんか人によってはピアノとセットでバッキング踏むと結構かっこいいと思う。イメージつきやすくなる。ハプシコードも用意しといて、あとそうだね、スーパーそうだけに、そうだね、フレックス、そう、ACS、なんでこれ僕登録してあった。はい、なんかコードそうで、コードやるための登録したんだったかな。なんでこれストアのマーク、なんだこれ。あ、新しく追加されたのかな、これ。チルローファイ、ローファイね、僕もね、聞く分には好きだけど、作ったことないな。作る気が起きないんだよね。どうなんだっけ。もうちょい高音域欲しい。高音域は。わかんないな。ここはさ、あのこう2つ余ってんだからさ、あのハイとローをさ入れておこうよ。こういうところよね、あのフレックスのなんかこうかゆいところに手が届ききってない、このちょっと抜けてるところあるよね。ビブラートユニーソン、デチューンかかるのかな。微妙だね。アグレッション、そういう高音が欲しいわけじゃないよな。リバーブディレイよりイコライザーだろ。ハイとローをいじらせろって。上げれば高音は上がるか。でも低音要素が、これはちょっとイコライザーだな。この音色はあれですよ、あのいわゆる一つの TM レボリューション
朝倉大輔的なあれですよ、あのどうだっけ、あこうか、まさにルローニケンシンですよ、ハートオブソードです、ハートオブソードですよ、まあ、そういうなんかこうコード系のね、なんか和音でなんかこう、場を埋めるスケッチの時にまあ使えるんじゃないかなと思うんで、これちょっと入れとくね。16トラック、両揃えて、あとなんかリード系欲しいよね。なんかあのコードってわけじゃねえけど、なんかメロディー的な音を奏でるイメージ、ライン、メロディーラインがこうイメージできるようなリード、デモを作るときはね、メロディーラインが欲しい。ピーピーってなんだろう、あーこれはファイル名間違って保存されてるんで、ストリングスだね、どう聞いても。そう、こういうのもまあいるよね。そう、リードでも使えなくもないかな。リードソーって名前にしとくか。とりあえず一応リードっていうカテゴリーにしとくわ。とりあえず、薄くしていこう。色間違ってる。これか。これセパレートしとくか。音的にこんだけあればいいかな。音的にこれだけあればスケッチできるよね。ストリングスとかいる？いや、いらないよな。ストリングスもともとなんかこう、使える音としてここにあったとしても、結局使わないまま終わるっていう音色の部類に入ると思うんだよな。スケッチの段階では使わんな。バイオリン系は。弦楽器系は後から弦楽器にしようかな、オーケストラ、ちょっとアカデミックな方向に行こうかなみたいな時に後で持ち込む楽器だね。まあピアノ、まずドラムでリズムを、メトロノーム代わりにリズムをまず打ち込んで、その後まあ、ピアノだよね、ピアノでコード入れて、コード入れたらまあベースも入れて、ある程度ね、ベーススケールに合わせて最低限のベース、あんまり刻まないようにね、スケッチだから、極力四分音符、八分音符で単純な構成で、まずイントロないし A メロ作って B メロ作ってね、でまあリフとかも
A メロと B メロの間になんかねリーフがちゃんと決まれば、次のメロディーにメロディーが見えてくるから、まあ、A メロ B メロまで行って B メロの最後のリーフが、決まればそのなんだろう C メロに行くんだったら C メロの頭のコードも見えてくるじゃないその時点でそういう形で、単純な音符を置いてって、曲をとにかく先進んでいく一箇所で作り込まない音をね音にこだわらないとにかく次へ次へと進んでいって最低でもワンコーラスまで仕上げてからディテールを細かく書き込んでいく描いていくスケッチしていく音色を変えていくでエフェクターに凝り出すでオートメーションを入れていくっていうねそういう流れだからスケッチではこんだけの音色があれば十分だよね。でこの段階で1時間半、結構僕の想定よりはちょっとペースが早いかもしれないよ。まだこれでもこれでも早い方もっと時間かかるだろうなって思ってたんだけどね、気づけば脱線話が脱線するから僕の場合なんかねあって思いついてね補足説明っていう恒例のパターンだから、あ、これ今急に今ひらめいたよ。あのさ、よくそのウェーブファイルとかさ、その拾ってきたサンプル音源とかさ、そのスプライスとかで、その購入したサンプル音源とか拾ってきたサンプル音源はワブファイル、ウェーブファイルとかさ、まあシンセもそうだけど、バスドラだったりキックね、キックの音だったりともすればベースの音がさ。あのモノラルじゃなくってステレオになってる場合って結構ない？みんなこれ経験者に向けて話してるんだけど、初心者の方はちょっとそれとなく聞いてて、拾ってきた音源とか買った音源って本来はベースとかキックのドラム、バスドラってね、右左っていうよりは、ど真ん中で鳴っていてほしいんだよね。だけども、やっぱ、モノラル音源ってさ、やっぱ安っぽくさ、聞こえることもあるから、高級感を出すためにステレオでね、ちょっと右と左でちょっと、音の色が変わってたり、右がボリューム高くて、左がボリューム小さかったり、するわけよ。でまさに今こう今気づいたきっかけがこのスネアなんだけど、右が音量でかくて左がちっこいんだよ音量。でこういう場合さ、まあちょっとスネアの例だからちょっとあれだけどさ、一つの例としてね、ディレイ、ピンポンディレイ、ステレオタイプのピンポンディレイってあるじゃない。今、仮で、フーティーディレイ。これじゃないね。で、ピンポンディレイ。で、この、パン。これ右左。で、こういうね、今、なんか一つのスピーカーで聞いてる人、イヤホンで聞いてほしいんだけど、ステレオで聞いてほしいんだけど、右左ってこう左右にね、こだまするわけよ。でこの場合元の音量が右が大きい左が小さいわけよね。ここ必然的に右から聞こえる音がボリューム高くて、で左から聞こえる音量が小さすぎるわけよ。これが曲中の場合いろんな楽器が同時になってるじゃない。だから右のスピーカーからはね、このピンポンディレイのね、こだまは聞こえるんだけども左が聞こえねえよっていうことになるのよ。
こういう元のソースが、元のソースが右がでかくて左が小さいとかだと、すなわちあのこの FL スタジオをすでに使ってる方に質問だけど、ステレオ音源の音をすぐにモノラル化することってできますか？モノラルにする方法を知ってる方どれぐらいいますでしょうかね。さ、わかる人いるかなって。ここで待ってても回答返ってくるわけないんで、回答返ってくるわけじゃないんだけど。今ポンとやり方浮かぶ人って少ないと思うんだよね。まあ、ある人は、そのね、なんかエディソンとかに突っ込んで、モノラルにして、一旦 WAV ファイルに吐き出せばいいんじゃないとかね。っていう、まあ、多分だけど、直感的にすぐね、はい、これあれ、これこうすればモノラルになりますっていうふうに、即決な回答って出せない人が多いと思うんだよね。じゃあ、モノラルに、ちょっと話脱線するけど、モノラルにする方法を、まあ、一個紹介しましょう。答えは簡単。ここ。ここのね、ちっこいつまみ。これをね、まず左に回すと、ステレオ感が強化されます。ワイドになります。より。ステレオだった音がよりワイドになる。多分ね、右、左にガッて分けて、位相もね、多分ね、ちょっと後ろに下げてんだと思うんだよね。だから、これデフォルトが、デフォルトで音量差はこのぐらい。このぐらいの縦幅の距離。で、これを、ガッとやると、このぐらい音量差が出る。すなわち、右は右へがっつり、左へ。左は左にがっつり音を分けてよりワイドにすると。じゃあ逆にするとどうなるかっていうと、逆にしました。で、すなわち完全にモノラル、左右の音量対称になるわけ。これがまあ一つのモノラルのする方法。直感的にすぐその場で。ウェブに、モノラルにね、モノラル音源として出力、ウェブファイルに吐き出さなくても、トラック上で、モノラルできますよと。で、いかんせん、この方法は、トラックごとモノラル化しちゃうんで、ちょっと弊害が出てくるわけ。これちょっと豆知識の話になるんだけども、例えばね、つまりね、さっき言った通り、このピンポン、左右ピンポンディレイの場合ね、元のソースが右側が音量でかくて左側が小さい場合、さっき言った通り、右側の小玉、返ってくる音は音量でかいんだけども、左側が異様にちっちゃくなっちゃうんで、結局曲中に聞こえてくるディレイは、右側の音しかあんまり聞こえないっていうディレイになっちゃうんだ。ピンポン、せっかくのピンポンが。なので、元のソースをモノラル化して、モノラルの音を右左とこう振り分けたいわけよ、本来は。このマシーンはね。で、その場合どうすればいいかったらね、まあ、この方法、今紹介した方法でやっちゃうと、で、右側に、振り切りました。どうなるかっていうと、左右にね、ステレオになんねんだよ。ただのディレイになっちゃうんだよ。だから、やりたいことは、元のソースはモノラルにして、モノラルの音を使って右に左にちょっとずつ音量を小さくしていくディレイが欲しいわけよね。じゃあその場合どうすればいいかっていうと、一個この間にね、モノラルにするエフェクターを突っ込みたいわけよ。突っ込むと解決するわけよ。で、まあいろいろあるんだけども、まあちょっと話これ以上細かい話になっちゃうから、とりあえず僕が用意したエフェクターっていうか、パッチャー入れとくから、そうだな。
この C っていうトラックのところに隠しておくから、もしね、そのさっき今言ったそのモノラルにしエフェクターの間で初めの方でモノラル化してしまいたいっていう時はここに隠しておくんで、必要に応じてコピーして使って、パッチャーどこだ、ピー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 、パッチャーパッチャーピッチャーじゃない、パッチャーパッチャーを使うと簡単なんだよ、もう作ってあるんだよ、これで OK で、ここにあのオフにして隠しておくから、名前ものが長くなるか、ものパッチャって名前でここに隠しておくから、まあ今ここで僕使いたいわけよね、仮定として。そういった場合ここに隠してあるやつをこうやってこうやってピピピピピってこう持っていって、でここにこのエフェクターを入れてやることによって、このエフェクターの段階でモノラルになるから、モノラルの音がディレイに送られるから、右と左の音量が本来の音量のピンポンになるわけよ。さっきと聞き比べるとちょっと左の音量がねちゃんと大きくなってるわけなので、曲中で流れても右左の音がちゃんとね聞こえるわけよっていう、これがね、あのモノラル化、 FL スタジオでモノラルにするにはどうすればいいかっていう話でした。これ結構ちょっとためになった人いるんじゃないかな、ね、ここでサクッとモノラルにできるっていう。だキックとかもね、本来そのなんだろう、キックとベースをやっぱりモノラルで、ど真ん中でなってほしいわけなんだよね。音圧をいじる、音圧を調節する、音圧を、ね、全体的に上げるためにも、うん、ハイハットも微妙にステレオだな、右がちょっと大きいね、ここその半周だけど、あ、これもステレオだ。ステレオだけど、まあな、まあモノラルにしたいときはここにエフェクター隠れてるのを思い出してね。とりあえずこれでいいかな。じゃあね、あ、先にあのさ、あのなんつうの、やっぱさ、あの一番使うエフェクターってさ、リバーブとディレイってやっぱり多く使うこと多いと思うんだよね。でよくあるのが、ディレイ専用のトラックを用意して、そのディレイとかリバーブ専用のトラック1個用意して、そこに、ルーティングして、1個のリバーブで複数のトラックにリバーブをかけるっていうね、そのための、なんだろう、これディレイにしようか。ディレイ、こっちリバーブ、そのエフェクター用トラックを作っとこうかな。よいしょ、うん、あ、あと外部入力
くする人もいるかもしれないから、外部入力用のミキサートラックも用意しとこうか。ちょっと待って、色どうしようかね。このぐらいかな。外部入力の名前どうしよう。レコーディングって長くなるからレックにしようか。で、レック専用トラック、ここにしようか。これ、オーディオトラック。インストルメントトラックじゃなくてオーディオトラックだね。これレックに指定すると、ここがね、まあ、こういう表示になって、こことここがね、今紐付けされたわけよ。だからここレコーディング待機ボタンなんだけども、ここをクリックすると、ここも赤く点灯するから、右下ここ見ててね。で、ポッとリンクするわけよ。でね、とりあえずね、僕の方では、あ、僕インターフェースって使ってないのね。 FL アジオ、 FL スタジオアジオ使ってるんだ。もう FL に搭載されてるアジオね。とりあえずプロジェクト上では、この FL スタジオアジオの、インプットインに、イント2、これで設定しておくんで、もしね、僕のファイルダウンロードして使っていただける場合は、お使いの環境に合わせてここ再設定してください。多分ね、そのお使いのインターフェースのドライバー入れてる人は、ここにその、味を出てくると思うんだ。で、まあ、インプット多い人だったら、その、なんだろう、インプット1、2、3、4とかあるのかな。で、繋いである、なんかマイクだったり、ギターだったり、繋いであるインプットにその都度、まあ、変更していただければと。とりあえずこの1、2に変更します。で、ちょっとこの、ちょっと聞いてね、あの、ループバックが起こるから。あ、こういう風に。で、このぐらいレイジーし、僕が発音するよりも、この FL、ちょっと聞きづらいよね。この FL スタジオ側、この FL、あ、口回んない。FL スタジオ側でループバックが、聞けるわけよ。で、僕もこの Windows の方で自分の声をモニタリングして録音してるから、自分の発した声よりも、FL スタジオのレイテンシー遅延がちょっと大きいから、こういう風にこだましちゃうわけね。で、これだと、このいざレコーディングするときには、ちょっと、なんだろう、ボーカル歌いすぎにも歌いづらいんだよね、実際こう。こう再生させながらさ、歌うんだよね。入っても、ちょっと、ずれて音が入ってくるから、歌いづらいと。で、この場合どうすればいいかかったら、ここ。真ん中のスピーカー、ちょっと切るね。スピーカーマーク、ここをね、オフにするとね、あの、この FL スタジオの、ループバックをね、切ることができて、でも波形見てわかる通り、ちゃんとライン入力はちゃんと行われてるから、これで録音すれば、わしょい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 ってこう、録音できるわけ。なので、もし、このプロジェクトを使う場合は、ご自身のお使いの、アジオの、ライン入力を指定して、で、これオフにして、僕がオフにして配布すれば大丈夫か。これ、この問題は解決か。で、ここ、メーター、動くのを確認して、動けば、設定完了と、いうことです。で、豆知識だけども、この、レコーディングしたファイルっていうのは、
どこに保存されてるのかっていうと、結構知らない人いると思うんだけども、ここのね、ブラウザーの、日本語化ファイル、設定、説明の概要欄から、FL スタジオ20限定になるんだけども、ダウンロードして設定するとこういうふうに日本語を設定できて、設定するとこういうふうになってわかる、もう直感的にわかるんだけども、これ英語の場合ね、なんかレコーデッドなんちゃらなんちゃらっていうフォルダがあるはずだから、ここにね、これ、ここにずっと保存されていくわけよ。で、これは、まあ、FL スタジオ録音し続けてね、まあ、1ヶ月、半年、1年とかね、ずっと録音して、いくと、これ手動で消さない限り、ずっと消えないんだわ。ずっと残ったままなんだ。で、これ消しても、もちろんここで残ってるんだ。ああ、ちょっといらんものまで消しちゃった。これを消しても、これは残ってますと。で、これを消しても、これは、しょいってこう。これリロードのボタンなんだけど、いくらリロードしても、このファイルは消えないの。これ手動で消す必要があるから、もう使わないなってやつは、まあ、定期的に消すようにした方がいいかな。ハードディスク容量圧迫してっから、ずっと使わないのに保管しておくと。で、これはレコーディング、レックした時の音が収納される場所。で、例えばね、こういうね、ちょっとこれもう WAV ファイルに書き出そうっていう時ね、このトラックごとこれ WAV ファイルに変換できるんだわ。トラックに応用変換。こうしてトラックの頭からスタートとかってね、これ WAV ファイルに書き出すって、そうすると、まあ、こう WAV ファイルに変換されるわけで、変換されたファイルはどこに保存されるかっていうと、ここね、レンダリングっていうとこ、トラック語っていう。で、これも手動で消さないとずっと残ったまんまだから、これもその、忘れずに、もう使わなくなったようなものは、手動で、こうやって、ファイル削除ってやった方がいいかもね。っていう豆知識でした。あとね、なんだっけ、スライス X だっけ？ああいうもので、なんか、あと、エディソンとか、で、なんかスライスしたものはここに収納されるんだ。これももちろん、手動で消さないとずーっと保管されたまんまだから、気をつけてね。気づいたらね、もう100メガ、500メガ。で、その2、3年、5年、6年で使ってる人、気づいたらもうギガ単位で溜まってたりするよ。っていうことで、あ、そうだ、ディレイだね。ディレイ専用の、これはね、ここに、例えばね、さっきのスネアでいっか。スネアはマスターに今つないであるでしょ。ここに、このスネアにディレイをつけたいっていう場合ね。ついて前はドライを消して、安定のピンポンディレイに設定しとくか。ドライを消して、上と、こんぐらいかな。で、このスネア、まあ、例えばだけど、このスネアにディレイかけたいな。で、ここにディレイ入れるのもいいよ。でもね、なんか同じディレイをね、使うんであれば、例えばスネアとクラップ。これ同じディレイ使う場合は、このクラップ、このマスターは繋いだまんま、ここに、ね、プラス繋げるだけ。クラップをそのまま繋げるだけ。こうすると、スネア、こだましてるでしょ。で、繋ぐだけで、その、1個のディレイ、1
個のディレイエフェクトだけでいくつものトラックを同じディレイを入れることができると。かっこいいじゃない、スネアね。で、見てわかる通りこのドライを切っているから、ドライ入れておくとこの音とこの音、まあ、同じ音がね加わるから、まあ、音ってやっぱ足されちゃうから、今これ2つの音を同時に、これ一発目の音もう振り切ってるでしょ、もうこれ。で、これだとやばいからアタックはいらないんだよね。こうすると初めのアタックの音はなしで、ディレイだけがこっちに送られるから、マスターへ。ここにつなげるだけでディレイが得られるよっていう。トラックここに1個用意しておくから、簡単にディレイを入れたい場合はここにつなげるだけ。で、同じように、リバーブかけたいな、このトラックとこのトラックとこのトラックの音っていう風に、そういう場合もこのトラックにマスターとは別につなげるだけでかかるよってやつね。つなげようか。で、こうするとアタックの音もね、あの元の音もここに入ってきちゃうから、これはさっきと同じように、これドライを切ると、ドライ切っても多少はもちろんソース入ってくるんだな。反響このぐらいでいいか。で、ここにつなげるだけで1個の、リバーブでいくつものトラックをリバーブかけることができますよ。レコーディングトラックにもイコライザーは入れとこうか。イコライザーは本当いじってない状態、デフォルトのまんまにしとくから、必要に応じて上げ下げしてね。レコードの時点でリミッターかけとくか。リミッターもいっときましょうね。マイナス1デシベルかけたのか。これでどう頑張っても、外部入力した音はまあまあ0デシベルは超えないっていう設定にしときますわ。これマイナス1デシベルか、マイナス1デシベル化するリミッターっていうことで、あ、これも一応ミキサーに入れとくか。あ、ミキサーってマスタートラックに、マスターを基本切っとくから、リミッターか、あ、マキシマイザーも入れとくか。マキシマイザー、これだっけ、これ
設定確かに僕がいつも EDM 使う時のプリセットを提供しよう。僕がいつも使うのこれ。これがね、あの魔法の設定で、どんな音でもね、絶対ゼロデシベルを超えません。で、かつ音圧をね、びっくりするぐらい音圧上げてくれるから。これもあの基本あのオフにしとくから。で、曲が仕上がった時にこれをオンにしてみて、びっくりするぐらい音量上がるから。でもゼロデシベルは絶対超えないから。すると多分ね8デシベルぐらいで落ち着くとですね。あ、そうでもなかった。結構スネアが入るとバンバンって振り切っちゃうんだね。
あの、ベロシティ的にかなり高くしてある。あ、じゃあこっちだ。低くはしてあるんだよな。これはこっちの。ベロシティ下げておこうか。まあ、いずれにしてもミキサーのマキシマイザーをオンにすればいい感じに、そのあまり歪まない程度に圧縮して、あの出た釘はね、出た釘はいい感じに押さえ込んで、もね、ギリギリを攻めてるから、この設定あんまり元の音を崩さない、ギリギリを攻めてるから、だからこのオフの状態である程度ちょっと超えるぐらいなら全然余裕だから、いい音のまんま、あの低い音が持ち上がって出過ぎている音を下げるから、つまりまあ、ここが0デシベルラインだったら、この辺でピークでもこの辺までしか上がらない音が上がります。で、このピークを超えちゃってる音はね、ここまで下げるわけ。で、ちょうど音圧はね、ここでちょうど収まるようなマキシマイジングしてるから。実際にね、全部の楽器入れて1曲仕上がった後にこれマキシマイザーオンってやると分かっていただけるから。で、基本的にオフでちょっと超えるぐらいにとどめておけば、小さいな、小さいやつ音上げたいなって思うかもしんないけど、これマキシマイザーオンにしたらちゃんと上がってくれるから、低い音量、低い音も。で、このマキシマイザーもサービスで入れておくから。で、 YouTube の場合確かマイナス13デシベルぐらいまで確か落とされるんだよね、あの再エンコードかかって。だからここ13デシベルまで、いや下げなくていいか、まあマイナス1デシベルっていうのがなんか YouTube 業界でなんか流行ってない、だからこれも一応入れておくね。0マイナス1デシベル化する。ちょっと余裕を持ってね。マイナス1下げる。マイナス1下げる。もう欠点ね。で、まぁ、0ぴったしでしょ？マイナス1。で、これ WAV ファイルに書き出したときに、まぁ、必要に応じて、マイナス1にしとこうかなっていう人は、これオンにしてね。あと残ってんのはダッキングだね。ダッキングトラックを作ろうと。で、この段階で、もう2時間経ってんだね。よし、では、ダッキング。これもこのリバーブとディレイと同じように、ダッキングはね、マスター切ってここにつなげて、こっからマスターに送るっていう形の使い方になります。で、これ、まずここ1トラック目がキックの音を検知して、自動でダッキングさせるっていう キックトリガーのダッキングなので、まずピークをもらってきたいから、このキックの音にですね、ピークコントローラーっていうものを使うんですね。定番なのはピークコントローラー、ピーこれ、このピークコントローラーをキックに入れます。で、でこの問題の、ダッキングを行うトラックの方に、安定と信頼のね、 FL スタジオでは定番の動作が軽くてちゃんとその正確にボリュームをコントロールしてくれるフルーティーバランス、でこのボリュームを、キックのトリガーで、こうやってガン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 と下げるわけですよ。
なので、ピーコンとか名前つけたら、わかりやすく。フルーティーピークコントローラー、これキックトリガーだから、素直にキックって名前にしとくわ。そうすると、これリンクトゥーコントローラー。で、このボリュームを、この、フルーティーピークコントローラー、キックのピークだけ情報欲しいからピークを選択します。で、このままだと、ドラム、バスドラが鳴ってないときずっと無音、音量ゼロ。で、バスドラが鳴ったときにだけ音が、音量が上がる。つまり、ダッキングの逆バージョンね。キックに被せる。キックが鳴ると絶対被せてくるっていう。なんだろう、銃を撃とうとして、絶対銃を撃つ瞬間に前に、こう、前にこう、なので、これを逆転させなきゃいけないんだ。音量はでかい状態で、キックが入った時に音量がガッて下がって、キックの音量がなくなった時に元の音量に戻るっていう。これで適応。すると、キックの音が鳴った時に、この音量が、こういう風にね、音量が下がるっていう指定ができるんだ。で、このままだと、このフェーダーマックス、音量マックスになっちゃうんだ。で、デフォルトが、0デシベルなんだ。ちょっと待って。よいしょ。よいしょ。で、ここを、ベースをね、このベースをいじることによって、基礎値をね、指定することができるんだ。これを0デシベルにセットします。こうすることで、0デシベルに戻ってきてくれると。常に0デシベルに帰ってくる。で、あとは、そうだな、テンションは基本いじらなくて OK。で、ボリュームで、どのぐらい下げますかっていう指定。で、つまり、いじるのは、ここと、調節する場合ね、ここと、ここ。このディケイが、これで下がる量を定めます。で、下がった後、どれぐらいの速度で元に戻ってくるかっていうのが、このディケイってやつ。下げると、ゆっくり戻ってくる。これ上げると早く戻ってくる。シュン、シュンって。で、この二つをいじって、ちょっとサンプル用意しないと、ダッキングのかかる。この音でいいか。この音だから、これを、まあ、例えばこれをね、ダッキングさせたい。キックが鳴った時にダッキングさせたいっていう場合は、マスターを切って、このキックトリガーのサイドチェーンに下げる。で、そうすると、もう一回これ出して、変化度合いわかるよ。再生します。あ、ループさせないと。で、こういうダッキングがね、つなげるだけで、つけられるんだ。で、あとは、そのご自身の作る曲のテンポだとか、かける音色のね、元の音色の特性によってはね、調整が必要なんだ。で、そのバスドラ、キックの音に邪魔しない程度に。
で、あんまりね、こう、例えばこうやって マイク喋る音声だったらね、不自然にね、こうマイクをね、あーってやると、その、音の楽曲としてね、気持ち悪い状態になるんだ。もう全部の音が、正しくね、全部の音がね、高音域も低音域も中音域も、全部の音がね、ダッキングしちゃうから、この、キックトリガーが。だから、非常にね、極端にやると、これだったらね、すごく気持ち悪いわけさ。特にね、音刻んでる場合。重力音符刻んでいいか。例えばこうやってね、音を刻んでる場合。音刻んでるんだけども、ダッキングが変な戻り方、変なかかり方がすることによって、刻んでるんだけども、無音になっちゃうってこともあるから、そこのさじ加減はね、ほんとバカの一つ覚えにならないように、ちゃんとその、EMD だからっつってね、常にね、うんわうんわうんわさせればいいってわけじゃないから。刻んでる音はね、なるべく残さないといけないから。要は、キックの邪魔にならないこと、っていうのが一番重要だから。ね、さっきこう、極端にかけると、聞こえてなかったこの刻みのダッキング、ダッキング。ちゃんと調整することによって、キックの邪魔にはなってないけども、ちゃんと音はちゃんと下げてあるから、そのドラムの音域、音程の、ね、その周波数は、まあ、ちょっと空きを作ってあげられているから、その程よいダッキングを、ここで、このボリュー、ボルと、ディケイのところで、そこを、いいところをね、探すわけ。っていう風な形でね、とりあえずこの設定にしとこうかな。よいしょ、とりあえず、全音符だった場合を想定して。このぐらいにしとくかな。とりあえずこのぐらいで初期値は設定しておくんで。で、このキックトリガーのちょっと豆知識なんだけど、このキックトリガーのちょっと欠点があって、っていうのもね、ちょっと、もう一回ね。このキックトリガーの欠点があって、まあ、メリットもあるんだよ。なんだ。例えばね、これキックあるでしょ？だからキックを自動的に検知するから、好きなところにバスドラ置いてもね、ちゃんとダッキングが起こるわけよ。特に何もしなくても自動的にキックが入ったらダッキング音量がガッて下がって戻ってくる。で、これがまあキックトリガーのメリットなんだけども、ちょっとデメリットというか欠点があって、それ何かっていうと、例えばサイケデリックトランスとかになってくると、テンポがね、ものによってはね、平然と170とか、178だとか、こんぐらいのテンポになってくる曲ってザラにあるのよ。ただね、わかる？0デシベルに戻ってこないうちに、次のバトルが鳴るから、戻りきれないうちに下がっちゃうわけ。極端に、
テンポ速くすると、特にその、なんだろう、ビルドアップの時にね、バスドラ連打することもあるでしょ。だからね、連打が入ると、そのダッキングにつないでる音がね、もう、こんぐらいの音量になっちゃうわけよ、結局。ここでこう、ちょびっとだけダッキングするみたいな形になっちゃうな。これがちょっとテンポが速くなる、もしくは、バスドラの連打が、長時間続く場合とか、細かい連打になってくると、音が戻ってこれなくなって、ダッキングかけてる音量が全体的に下がっちゃうっていう、メリットがある。これ、でもどうしようもないんだよね。さっきのディケイもね、ディケイでどうにかしようとしてもね、限界があるのよ。戻る速度、これが限界なのよ。戻ってくる速度、これ限界なのよ。だから、バスドラが速いと、0デシベルに帰ってこれなくなっちゃうっていうね。こんぐらいでいいか。これがキックトリガーの、ダッキングサイドチェーン。で、次。オートメーションタイプのダッキングも用意しておくんで、状況によって使い分けてほしいんだ。オートメーションタイプは一拍単位にしようかね。一拍単位で細かく、設定できるように、これも、安定と信頼のフルーティーバランスですね。これをオートメーションさせるわけですよ。ここにしようか。サイドチェーン。いいか。白。長いな。サイド。でいいか。で、まあ、人によってはグロスビートとか使う人いると思うけども、まあ、グロスビートって結局さ、エフェクターでグロスビートを開く必要あるじゃない。調節しようかな、ちょっと変えようかな、つっても。で、オートメーションのいいところっていうのは、ここ、プレイリスト。僕らが一番作曲していく中で、一番操作することにある、ことになる、操作することになる一番ね、このプレイリスト上でもうすぐその場で微調整ができる。メイクユニークして別なバージョンも作れる。何か別なウィンドウを開く必要もないっていうね。そこも、このオートメーションタイプの、ダッキングオートチェインの、サイドチェインのメリットでもあるんだ。で、これね、このオートメーションをダブルクリックすれば、クラスビートみたいに、このグリッドを使って、細かな、なんだろう。細かな、その、もう極端にやるけども。こういう風な、その、サイドチェーンも自由自在にできると。いうわけですよ。これマックスの80にしようか。ベーストバリュー。ゼロの時、これ 5% ぐらい音が少なからず鳴るようにしようか。やっほー、虹だよ。まあ、つまりですね、これ最大、最小にしても、ここは、
音量的には 5% の音量、マックスにしても 80%、 80% になると。こうすることで、ここでね、いじるときに80% どこかなとかね、いちいちこのコピー&ね、バリューペーストしなくていいわけよ。もうマックスでことするから。ポイント的にはここと、こうしとくか、でここでこうかな。一拍単位じゃなくて二拍のダッキングをしたい場合はこれ消す。そうすると二拍で音が戻ってくるっていうダッキングになるから、基本的に一拍にしとくね。一拍タッキング。で、このオートメーションタイプのタッキングの場合は、欠点というかデメリットとしては、曲中ね、ずーっとこうやって貼り付けて曲を作っていくときは、ずーっとそのタッキングさせる場所をこうやって貼り付ける必要があると。これがちょっと、デメリットかな。これを、な。二小節分、サンプルで買っとこうか。これで、でこれ一箇所操作すると全部ねリンクされてるから、でね、ここをカットすれば二拍単位の、こういうことができるから、必要に応じて、こういうラインにしとこうかな。で、これが、マスターにつながってるのをこういったん切って、オートメーションタイプで制御した場合はここにつなげるっていう使い方。で、次、ローカット。細かいダッキング、細かいそのバッキングね。ピアノだとかね、ピアノだったら、なんかこう、こう、細かいバッキングしてるとき、やっぱそのバッキングの音符のふわりっていうのはやっぱ残しておきたい。聞いちゃいけない音符っていうのも、そのフレーズによってはあるわけよね。それをバカの一つ覚えて全部の音量をダッキングさせると音消えちゃうから。ドラムのね、キックが鳴ったところの音符が。なので、ローだけカットすればいいっていう。これは、これはフルーティー、バランスじゃないんだよね。まあ、イコライザーでもいいんだけど、これ言うときはね、フリーケンシー、なんだっけ、どれだっけ、フリーケンシースプリッターってやつを使うとね、こういうふうに周波帯、ハイ、ミドル、ローみたいな形でね、これでこう、ガン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 ってこう、いじれるわけですよ。で、これ、ツーパッドかな。これで、低音域だけを、制御すると。このオートメーションで作ることもできるんだけど、どっちがいいかな。キックトリガータイプにしようか。めんどくさいだろうからね。
だからこのオートメーションを貼り付ける必要がなくて、つなげるだけで自動的にバスドアのところでローがカットされるっていう、ドリンクトゥーコントローラーだ、ね、これを新しくリンクトゥーコントローラー、あ、見えない、リンクトゥーコントローラーどこ行った、リンクって L だよね、あれリンクトゥーコントローラーどこ行った、リミッターじゃなくて、あれ目に入ってこない、リンクトゥーコントローラー、リンクって R だっけ、あ、待って、リンクじゃない、ピークコントローラーだよ、これがローカットバージョンの、ピークをいただく、こいつの、これをリンクトゥーコントローラーで制御する、で、フルーティーピークコントローラーローのピークの情報をもらうと、これも逆転する、逆転させて登録と、でこうすることで、あ、まあ、ベースを決めないといけないね、これ0.5でいいのかな、多分 0.5 で、多分0デシベルになってるはず、0デシベルだね、まあ、つまりこういうことね、実際、ご自身で、調整する場合は、ここいじるだけ。で、どの周波帯から、周波数から、下を、タッキングさせるかっていうね。で、これちょっと低音の要素がね、このスーパーソーには、ちょっと低音要素がないから、ちょっとわかりづらいけど。まあ、低音がある音に対して、まあ、ローカットだからね、ローカットだけに低音がある音で、高音域はちゃんと聞かせたい、あの音刻んでいるからっていう、そういう場合にこのローカットバージョンのサイドチェーンを使うといいですよと。で、この下がりと戻り具合っていうのはさっきと同じように、このキックに入っているこの、コントローラーを使って、このボリュームと、ディケイを使って、微調整すると。まあ、ベースに使ってもいいしね、なんか、スラップベースとか、なんかピッキング、その、なんだろう、あの、チョッパーとか、チョッパー的なね、スラップベース的なものでね、あの、バスドラにやっぱ邪魔になるのが重低音の部分だから、イコライザーで言えばね。それで、バスドラってさ、このあたりじゃん、この、見づらいかもしんないけども、このグリッドが入ってる、このあたりがやっぱりバスドラ。このあたりにベースも被さってくると、この音圧がね、0デシベル超える原因になるわけよ。だからこれを、なんだろう。バスドラ鳴った時に、そこの周波数を、こう空間を開けてあげる。で、バスドラが消えた時に、こう元に戻す。で、鳴ってない時の刻みの低音をちゃんと聞かせると。実際、ここもタッキングさせる必要ないんだよね。っていう感じなわけですよ。だから、必要に応じて、この、キック、トリガー、オートメーションタイプで細かく、あ、さっき説明してなかったな。この、オートメーションタイプの、メリットっていうのは、さっき、今説明したけど、キックのオートメーションじゃない、キックのサイドチェーン、キックトリガーのサイドチェーンの欠点が、テン
ポが速くなった場合のバスドラ、もしくは、バスドラが連打になった時に0デシベルに戻ってこれないっていうね、現象が、これどうしても起こってしまう。しかしこの、オートメーションタイプのサイドチェインの場合であれば、絶対この通りに動作するの。消えちゃった。この運動量っていうのは、テンポがいくら速くなろうが、これテンポに同期してるから、キックのね、鳴った鳴らないじゃなくて、このタイムに沿って、正確に、このダッキングを刻むんで、どんなにテンポ速くなっても連打になっても、例えばね、連打で、こういう場合でも絶対この運動量っていうのは変わらないの。なので非常に正確なダッキング、絶対最もう機械ならではの正確さでちゃんとダッキングしてくれるというのが、これメリットというか長所かな。まあデメリットはさっき言った通り、曲中はずっとこうやって、貼り付け続けないといけないっていう。バスドラの位置もね、ドッタンドドッドッタンみたいにね、バスドラの位置がね、この四つ打ちじゃない、フレーズに当たった場合はちゃんとこれもね、なんかそのね、ドタン、だからこんな感じで、こんな感じで、そのバスドラに合わせて、ちょっと調節する必要も出てくると。その分、ちょっと手間がかかる分、ダッキングの仕方は非常に正確であると。そういうちょっとね、長所短所があるね。で、この時点で、やっぱり3時間ぐらいになったね。あとなんか良い線あるかな。あと、そうだな。あ、そうだな。あとさ、ちょっとこれサービス的な設定だけど、どうしようかな。例えばね、あまりこういうのないかもしれないけど、特に一番曲作りで手間がかかる部分、僕の経験上ね、よくサイケデリックトランスとかね、やっぱ作ることもあるわけよ。なんか発注来てね、ちょっとサイケデリックで、で、テンポ、160ぐらい、158ぐらいでとかって、結構早いテンポで頼まれることがあるんだ。そういった場合ね、やっぱサイケデリックって16分音符刻みで、ドド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 ドっていうね、そのベースの16刻みがずっと続くわけよ。そういった場合、やっぱりその、
ちょっと待ってね、作るわ。今暫定でね、この音でいいか。重力音符で刻みます。ちょっとスタッカー的に、ちょっと高いのがいいかな、ね、よくあるのが、まあ、よくあるのがちょっとサイケデリックで、よくあるのが、このナッピーか、よくある、よくあるパターンだけども、まあ仮にね。こういうのはやっぱ多いわけよ。こういうね、まあ、仮だけどもこういうねサイキックベースが、サイキックトランスベースがね、サイケデリックトランスの場合、こういうベースも結構ね一般的なのよね。で、こういったこのベタ打ちのベロシティだとね、ちょっともうド素人っぽいのよ、ド素人すぎるのよ。なのでまあちょっとね手間かかるけども、ちょっとのベロシティをね、あのこうドドドドドドドっていう形で、同じ音程を刻んでるんだけど、ベロシティを変えることによってなんか音程が、あの耳コピーしようとしてね、あれこれオクターブ違いでこうどこどこ、なんていうかね、こういう風になってるように聞こえるんだけども、実際は同じ音で鳴ってるっていうね、いうその錯覚も得られるわけよ、こうすると。実際聞いた方が早いね。こうすることによって、違う。極端すぎたね。あ、違うや。これ違う。こうですね。白の頭は小さくしてでっかくする。で、サイケデリックのまあ基本的なことはこういうベース、こうやってちょっとね、その同じ音を連打してるだけなんだけども、ちょっと色付けして、こういう変化を作るのがまあ鉄板とも言われてる部分で、これを一音ね、まずベタ打ち打って、ベタ打ちしてベロシティを一個一個こうやってやるの、もうくっそめんどくさいわけよこれ。
からベロシティをねオートメーション化しちゃった方が絶対いいから、これも一応ねここに置いておくから何か機会があった時に使って、サイケのスペルがわからないな。サイケ、これサイケベースの、16分音符のそのステップ16分音符用の、オートメーション、それだけのためのこれも一応作っておくから。でこれはダッキングはちょっとよおっとおっと、これスライドしちゃった、スライドしちゃった。でダッキングのオートメーションはまあ一拍ごとに作ったけども、このね、サイケデリックの場合はね、一拍置きのね、規則すぎる一拍単位で同じベロシティが続くとね、これもまたね、ちょっと素人っぽ、すぎるんだわ。少なくともね、二拍置きでね、一拍目と二拍目ちょっと違うか形状にすると、二拍単位なんだけども、一拍目二拍目、一拍目二拍目、一拍二拍目でね、こうやって、若干、変わることによって、全部のね、拍が、聞きようによってはね、全然、全部の拍が、なんだろう。ランダム的に聞こえる、なんだ。全部ね、同じではなくて、ちょっと違う。ように聞こえるんだ。なので最低でも2拍単位で作って、それをペーストしてフルキバランス、フルキバランス、あ、ずれた。プレセット中フルーティーバランスのボリュームオートメーション、名前がな、最後に決定するでいいかな。これで、ベロシティをマックスに、これ80デフォ80の頭は5%にしとくか。で、あと刻むだけ。最初ちょっとこうしとくか。で、これを、ペン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 ってやると。で、つなぎあったっけ？これか。で、これでもオートメーションでボリュームコントロールされてるから、実際ね、ベーストラックの打ち込みっていうのは全部ベタ打ちでいいんだ。ベロシティはね、全部同じでいいの。楽なの、打ち込みが。
こうしてあげるだけで。こうしておくか。うん、だからこの、これもね、こってるし、こうじゃなくて、全部ね、こう。全部ベタでいいの。どんだけ速いテンポになろうがベロシティは正確に刻む。これがあのあれだよ、あの一泊単位になっちゃうと非常に素人っぽくなるから、全部が同じ。わかる？さっきと今の違い。こう一拍ごとに同じベロシティになっちゃうから。2拍目で若干異なる、ベロシティを、加えることで、一拍一拍ね、バラッバラなベロシティに、聞こえる錯覚が生じるわけ。で、これ耳コピする人は他の楽器も重なるとね、まさかこの、ベロシティ下がってた。ずっとね、同じ音が連打してるとは聞こえなくて、なんかこういう風にね、なんかずっとそのなんかアルペジオなんかわかる？こういう風に1オクターブずつ上に上がってってね、今手打ちで打ってるけど、こうなんだよ。ここの連音なんだけども、こういう風なアルペジオにも聞こえなくもないでしょ。そこがちょっとね、錯覚させる、その、まあ、トランスだけに、サイケデリックトランスだけに同じ音を連打してるだけなんだけども、なんか違う、ノリになるっていう。っていうのもね、これを一応置いとくから。置いておくから。なんかその16分音符刻みのね、なんかの時にこれ使うといいかもね。ここに。マスター切ってここに。つなげて使うのといいかもね。またベースなんだけどね、ベース用なんだけど長くなるんだ。これ16ステップ、16分音符刻みっていう意味のオートメーションをここに、サービスで置いとくから、必要に応じて使ってみて。これスケッチで使うようなもんじゃないから、スケッチが終わって、一個ずつね、なんか、一部分詰めて、こう、追い込んでいくときに、使うような部分だから。サイドチェーンも含めて。あくまでも、スケッチの段階は、ここの、収まってる音色を使って、A メロ、B メロ、ね、ビルドアップの部分だとか、なんかキャッチーなフレーズ、
簡単な音で簡単な音符刻みで作っていくっていうのがやっぱ前提だから。よし、3時間経ちましたな。よし、これでいっか。一応最低限作り終わったんちゃう？うん、もういらないかな。うん、いらないか。よし、これで一応テンプレート完成かな。で、一応ね、動画撮影終わった後、終わった後に、もう僕ちょっと微調整かなんか、変更したり付け加えたり、なんか、実際ダウンロードしたファイル若干変わってるかもしんない。けども、基本はこれで、完成としますわ。で、外部入力使う人は、ここね、お使いのインターフェースなり、ここ、ご自身で再設定してね。で、ここ、ゲージが上がり下がりすることを確認して。で、外部入力レコーディングするときは、ここを点灯させて、で、録音開始すると。で、録音終わったら、こう、消すようにね。これ最低限のエフェクトもこんだけでいいよね。もしかするとなんかエフェクター増えてるかもしれない。なんかリミッターがどっかに挟まってるとか増えてるかもしんないけども。多分放送見た段階で、多分ダウンロードしたファイルあんま大差ないとは思うけど、とりあえずね、ここまで作ってきましたけども、ダウンロードして、僕が作ったファイルをダウンロードして使っていただくのもいいとは思うんですけども、まあ、最近 FL スタジオ買ったばっかり、もしくは、あまり今まで使ってこなかったっていう人ね、もし、いたらね、僕の動画をもう一度ね、初めから見ながら、ご自身の FL スタジオで同じ操作をね、やって、僕の操作をトレースしてね、ご自身の FL スタジオで全く同じものをね、作ってみるっていうのもいいかもしれない。実際見るだけの情報と、実際にやって、情報っていうのはやっぱ得られるものはね、やっぱ脳に残るものってやっぱり違うから、今までやったことがない操作をねやることによってまたその、また覚えられるから、僕と同じ操作をやってご自身で、まあ、このあたりの音とかもね、自分の好きな音を入れて、エフェクターもね、ハブフィルターのプロ Q3 だとか、あとバルファラのリバーブだとか、まあ、そういうの、自分の好きなものをね、その都度入れて、これはなんで、あ、これか。ってことはこっちの、録音忘れちゃったの、さっきのテストが。よいしょ。で、実際にご自身の FL スタジオでね、自分で作っちゃうっていうのもいいと思うよ。で、実際に僕の操作をね、トレースしながらやることによって、あ、こうやるとこういうことができるのかっていうのが、まあ、覚えられるきっかけにもなるし。確かに、あと30分くらい雑談して終わろうかな。なんか、お得な情報もうちょっとね、なんか喋って終わろうかな。例えばね、作曲なかなか進まない、ちょっとスランプかもしれない
なんかダメだなっていう、なんかその手持ち無沙汰な時間ってやっぱあると思うんだよね。まあ、そういう時にね、僕おすすめしたいのが、インターネット、Google 検索を使ってサンプル音源を拾いまくるっていうのをおすすめしたい。っていうのもね、スプライスとか、なんかね、有料のサンプル音源のウェーブね、ウェーブファイル、WAV ファイルで、いろんなその、実際の楽器を録音した、マイクで録音した、実際のサンプル音源とかっていうのをね、お金出して買って、いい音をね、手っ取り早く入手するっていうのも手なんだけども、ちゃんとね、根気よくね、日頃から、検索を使って、Google 検索を使って、日本のサイトに限らず、海外のサイトなんていっぱいあるから、本当に。サンプル音源、無料配布しているところ。なので、ドラムのね、キックの音一つにしても、スネア、ハイハット、もしくはインパクト、ホワイトノイズ、ね、FX 的なね、そういう特殊なね、SE 的な効果音とか、っていうのも、インターネットにボロッボロ落ちてるから、なんだろうね、ハードディスクにね、なんかこう、とか空いてるハードディスクにのね、どっかにね、サンプル音源、サンプル音源集みたいなね、その、一個のフォルダーを作って、でそこにね、キックフォルダー、スネアフォルダー、インパクトフォルダー、パーカッションフォルダーとかフォルダー分けして、で、インターネットでね、検索して、いい音を探して、その WAV ファイル、もしくは MP3、ダウンロードしてきて、もう、いっぱいストックしていくといいよ。僕もね、さっきチラッと見せたと思うけども、これ、上のほとんどがね、全部これスプライスより上かな。これがね、インターネットで検索して拾ってきたファイル。こっから下はね、アーティスト、各アーティスト、もしくはその、カシミヤさんとか、とかの、その、有料のね、有料のサンプル音源とか、このあたりはね、全部僕がダウンロードしてきたファイル、もしくは、自分で作った SE を、シンセサイザーをね、使って、切り貼りしたりして。主に僕ね、ハーマー使って、アタック音作って、で、セーラムとかで、なんかその後ろの部分、音をね、エディットして、それをつなげてね、アタックとその、まあ、例えばキックの音とかもね、シンセを使って音作ってるところ多いんだよね。PCM 音源、その実際の録音した音っていうのは、まあ、こういうところが拾ってきた音をピッチ変えたり、フェーザー突っ込んだり、なんだろう、デコーダー通したり、あと、ローファイエフェクター通したりして、原型を全く感じさせない音まで変化させて、オリジナルの音に、作り変えたりして、そういう音をダウンロードしたファイルとか、っていうのをね、いっぱいね、日頃からね、集めるようにしてるんだ。そうすることでね、買わなくていいんだよ、実際。インターネットに転がってる音。あと、イコライザーをね、しっかりとね、ガッサイ、その安っぽい音でも、イコライザーでがっつり、ね、の中音域をね、がっつり下げて、中音域をがっつり下げて、高音域を上げて、で、低音をね、この辺ガッて上げるとね、まあ、これだけでも、いや、がっさい音もね、結構高品質になるわけよ。安い音もイコライザー次第では、全然いい音にもなるし、とにかく、日本語サイトでね、拾ってこれる音っていうのはね、もうたかが知れてるんだ。で、やっぱ狙い目はね、海外サイトから、そのフリーで、公開してくれている音をね、ダウンロードして持って帰ってくる。で、自分のハードディスクにちゃんと仕分けして、保管しておくと。で、その保管しておいたファイルっていうのはね、WAV ファイルとかはね、やっぱ、
財産になるわけよ。いざという時のストック、引き出しをいっぱい用意しておくことにもなるから。ダウンロードしておいて、ストックしとくといいよ。で、その、フォルダーっていうのもね、ここにね、フォルダーごとドラッグすればね、ここから、そのフォルダーにアクセスすることもできるし、ここにドラッグしてファイルっていうのは、このファイル設定のここになるんだけどね。ここでこう設定したフォルダーっていうのはここに出現させることができるんだ。で、ここで、ここに表示される名前もここで設定できるし。で、僕はこういう風にね、右クリックじゃないな、ここだな。これね、開いてるフォルダーだけを表示ってやったりすると、これ説明すると長くなるわ。例えばね、ちょっとだけ見せる。どこす、エッセンシャルバッグ。例えばギターとか。これカッティングの音っていうのはね、結構その、パーカッションの音にも使えるんだよ。こういうのもね、拾ってきた音とかをね。例えばゲーム。これニケの効果音。これゲームの効果音をね、僕がその、ループバックでパソコンにそのままダイレクトに録音したんだけども。例えばこれ発砲、銃の音。ちょっと小さい。で、こういう音もね、こう、インストルメントトラックに突っ込んでね、こういう風に、鍵盤。で、これ、インパクトに使えるわけよ。銃の発砲音っていうのも。かなりインパクトがあるわけよ。リロードするときの音とか。これもね、やっぱ、ゲームってやっぱ著作権も考えなきゃいけないから、このまんまはもちろん使えないよ。これをイコライザー通して、で、ピッチも変更して、で、さらに別な自分が作った音をね、重ねて、この音にね、別なね、自分が作った音をね、グリッチリか。こういう音を重ねて、このアタックだけにね、アタック、入れる形で、待ってこれ発砲音じゃなかったな、まあいいや。こういう風に音を重ねて、原型をとどめないようにして、そのちょっとね、使わせていただくっていうのもね、ありっちゃありだと思うんだ。音に今著作権っていうのはちょっと難しいからね、やっぱ。僕が作った音っていうのはね、これ別のハンドルネームで、また別の活動を僕はしてるんだ。3D モデリングの、ハンドルネームもあれば、その活動もあれば、まあサウンドメイク的なところの僕の別の違う名前の僕もいるわけ。で、そこでも音は配布してるんだ。で、その音、で、インターネット上でね、流れてる音を聞いてね、あ、これ僕が作ったキックの音だわーって、わかる人ってそうそういないんだよね。でも、そんぐらいその単品の音っていうのは、やっぱ著作権的に、その、自己主張するにはちょっと苦しい部分があるから、まあ、こういうのもね、ちょっとね、やらしいけども、原型をとどめないほど変えてしまえば、使っていればいいとは思うんだ。僕も使われてるもん、別にいいもん。あ、そういう風な使い方があるんだ。いいねって逆にリスペクトするし。なんかね、キックの音一個に著作権。それ僕の音ですから、勝手にその、別な音にアレンジに使わないでくださいなんていうね、そんなおこがましいこと言いたくもないしね。とかね。あとね、これ本当はやっちゃいけないんだろうけど、正直ね、声優さんのね、アニメとか、ラジオドラマとか、
BGM も環境音も全くなっていないところでのポッと出るセリフっていうのもね、実はそのボーカルチョップとかに使えるわけよ。あのね、12オクターブピッチカンって上げればね、もう誰の声優さん誰なのか、なんて言っているセリフなのかすらわからないような風に原型を崩してね、でボーカルチョップに使うと。例えばこれ最近日記のこのボッチザロックのね、これ3話か4話の最後の部分でね、あのバンド仲間で写真をね一緒に撮って、その写真をね部屋中に貼り付けてね、いつに浸ってってこう笑ってる最後のこの音とかもサンプリングしたし、面白い面白い面白い、これもボチザロックのそのラジオのワンカットの部分とかね、これも面白い、まあ、正直ピッチをね上げちゃうともう分かんなくなっちゃうわけよ、まあ、12オクターブ面白い面白い、変わってませんけど、これは違うね、面白い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 、なるほど、オートになってるからね。でこれをベロシティをこっちやっちゃうとね、っていうふうにこうボーカルチョップにも使えるわけよ、この面白いっていうボイスがね。でこれをパッなんで切るのどうだっけ、あ、こうか切れてやるまあいいや、な例えばね、こうやってあ、俺とかこう言ってやれば、まあこれだけでもね、なんかのその効果音、レーザービームみたいなっていうことに使えばね、これもポッチザロックの声優さんの声だと誰もわからなくなるわけよね、っていうような使い方もできるんで、インターネットに転がってる音、これ使わないよなっていう音もね、ちゃんとフォルダ分けして保管しておくと、まあ、いろんな用途のなんかそのね、アイデアのそのきっかけにもなるから、特にドラム音源なんていうのはね、ほんと海外の方で検索、だから日本語で Google 検索してもね、なかなか行けないから、海外に英語でなんだろう、フリー、英語でね、フリースペース開けて、サンプルパックでスペース開けて、WAV、ワブね、とかってね、検索かけて、いろんなキーワード、まあ、キックの音をどんどん欲しいんだったら、最後にスペース開けて、キックとかって入れれば、案外いっぱい出てくるから。で、ちょっと、音悪いなっていう音もね、一旦その FL スタジオにね、WAV ファイルをね、例えばね、この、なんか音悪いなと思っても、あのこいつにね、ちゃんとイコライザーで調整したり、
でもね、この音がこんだけ音が変わるわけよね。でイコライザー通したり、これもうやるとキリがないんだけども、エフェクターローファイエフェクター入れてちょっとローファイにしてみたりでもちろんこれピッチ変えればね、いろいろ変わってくし、ピッチ変えてみたり、エフェクター突っ込んでみたり、一旦切ってね、ここの最後の波形を2つにしてみたり、このムニョムニョってムニョムニョっていうところとか、こういう風な形で、で、余分なところをね、ビシッとこうクリッと頭につけて、で、余分な音は、消して、で、こっからここまでを WAV ファイルに新たに書き出すとかね、エクスポートで WAV ファイル。で、保管するとかね。あとなんだろう。まあ、こういうふうに、音を、自分のね、引き出しをいっぱい用意するっていうのはね、インターネットからめっちゃ拾ってこれるから、おすすめですよ。暇な時に、音探し。あるよ、馬娘もいろいろボイス取ってきてるし。アルブヘイムオンラインへようこそ。リア充エクス。アルブヘイムオンラインへようこそ。でもちゃんとこれあれだからね。本当はこのあたりに、ね、なんか。キッドのセリフとか、なんか効果音とかが鳴って、こんなに綺麗にね、フェードアウトはしないんだよ。多分ちゃんと加工すれば。アルブヘイムオンラインへようこそ。もうしっかりこうサスティンが伸びて、ゼロに音量になる。っていうふうな、音作りとかもちゃんとやったりね。リア充エクスプロージョン！わからない。わからないからいい。これは面白いんだ。私は天才だから。天才伝説ここにあり。天才伝説ここにあり。こういうのもね、集めていくと結構まあ個人的な用途しか、ルートにしか使えないんだけどね。テッカーフォーユー。こういうのも集めていくとね、結構面白いよ。そうだ、忘れてた。これ最後に、これ最後にするわ。あのね、こうやってエフェクターとかね、シンセサイザーとかね、いっぱい詰め込んでおくと、これ CPU 負荷を確か示してるんだっけ？ CPU ロード。CPU がね、今、音なんも鳴ってないんだよ。だけどもね、CPU が12の負荷がずーっとかかってるわけ。で、ここダブルクリックすると、この負荷のモニタリングができるんだ。で、今ね、音何も鳴ってないんだけども、このダウソフトっていうのはね、シンセサイザー各エフェクトを立ち上げているだけで、裏ではね、こうアイドリングみたいにね、こうやって動作し続けてるわけ。だからこのエフェクターは曲作っていくとね、まあ、30、50、60、70個って増えてくるわけよ。そうすると、どんどん CPU 負荷がね、深まってきて、再生するときにはね、バッファーが追いつかなくなって、ブチ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 ってこう、なんかもう、ノイズが鳴り出すみたいなことにもなるわけよ。で、FL スタジオには、そのね、
立ち上げてはいるんだけども電源は切りますっていうね、いう機能があるんですよ。それが、インストルメントトラックにはないか、こういうねシンセサイザーシンセとかにあるんだ。このスマートディセイブルっていう、これをオンにすると立ち上げてはいるんだよ。でもスイッチをオフにするっていうことができまして、例えばこの、ベースクラシック常に 5% 6% 常に稼働して CPU 使っちゃってんだけど、どれだ、あ、これか、このベースクラシックのこれを今ディセイブルオンにするよ。スマートディセイブル、ここの数値見ててね、オンにしますと、これゼロ。立ち上げてはいるんだけども今こいつ電源オフにしてるからCPU に負荷はかかっていませんよと。でこういう設定がありまして、でこれで、ある程度あのエフェクター入れていくと、これ全部にディセーブル入れるの一個一個めんどくさいわけよ。このイコライザーにもねこれディセーブルあるけ、これを全部一個一個手動でやっていくとちょっとめんどくさいと。でこれも知ってる人もいると思うけども、このツールからマクロ、この真ん中あたりに、なんかね、オールプラグインなんちゃらかんちゃら、スマートディセーブルイネーバルなんちゃらなんちゃらみたいなね、この真ん中あたりに全プラグインにスマートディセーブルを有効にするっていうのが、もうマクロでね、今立ち上げているエフェクト、シンセサイザー、すべてに、そのスイッチオフの機能を有効にしますよってマクロが組まれてるんだ。で、ここのパーセント見ててね、このタイムとか、これを有効にするってやると、全部が0%。今全部のエフェクターがスイッチオフになったんで、こう 4% じゃない、4まで負荷が下がったと。なので、ある程度ね、エフェクター、これ入れて、あれ入れて、これ入れて、でどん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 追加して、音色もね、どんどん申請入れたり。で、ある程度ね、入れてきたらね、これツール、マクロ、真ん中あたり、ポンっていう、これはね、定期的にね、エフェクター入れてった後、シンセサイザー増やした後、定期的にこれを、まあ、かましてあげるだけで、CPU、アイドリング、なんもなってない時、負荷下げることができるから。これを覚えとくといいよ。で、だが、しかし、だが、しかしなんだよ。一部のね、VST プラグインで、例えば、シンセサイザー V とか。これは特にね、もろ影響を受けちゃうんだけども。例えばね、今ね、仮で今とりあえず仮でね、よいしょ、いいよいしょ、あれ今音符置かなかった、今仮にね、5文字バーカでバカですな、バカですな、やっほー3時だよ。ちょっと音で今適当だけども、で、今とりあえず今、DAW の方FL スタジオの BPM が140で、起動した段階ではね、DPS 自動で同期取るんだ。で、こっちはね、例えば156に変えます。でもね、自動ではね、テンポだけは同期しないんだ。
今後のアップデートで同期するかもしれないけど、あ、ライトでいいか。で、こういった場合ね、DAO を店舗変更した場合、プロジェクトから店舗ホスト同期。ホストっていうのは DAO のこと、FL スタジオのことね。店舗を FL スタジオと同期しますってやると、この156同期取れるんだ。まあ、これはいいんだ、ここまでは。で、DAO ソフトの方で再生を行うと、シンセサイザー V の方も、バカですなで、同時に、ちゃんと、動作してくれると。バカですなバカですなってね。で、これを、バカ正直にね、バカの一つをスマートディセーブルオンにすれば、CPU の負荷が下がるぜっつってね。たらね、再生してくんねえの。なんでかったら、音鳴ってないときはスイッチオフ、電源オフになってるから。で、テンポ変えるよ。テンポ変えました。さっきやった通り、テンポをホストと同期。ポチッ。同期しない。なぜならば、こいつは今電源オフだから。っていうね、ちょっと、一部の VST プラグインによっては、スマートディセーブルをオンにしてしまうと、正常に正しく動作できなくなっちゃうっていう、VST も中にはあるんで。つまりこの、シンセサイザー V っていうのはね、常に稼働している状態じゃないと、同期が取れないような、作りで作っちゃってるっていうね。ちょっとね、これシンセサイザー V の開発の人がちょっと配慮不足なんだ。自動検知してくんねえっていうね。今後のアップデート、これどうにかしてほしいんだけどね。フィードバックすれば、これ作った人が天才だから、言えば、修正してくれるとは思うんだけどね。とりあえず、シンセサイザー V は、仮歌入れる分にはね、ボーカロイドよりも、ボーカロイドの AI よりも、シンセサイザー V の AI の方が非常に優秀なんですよ。なので、ボーカロイドを買うよりも、シンセサイザー V 買った方が僕はおすすめしたい。バカですなバカですねこいつもね。ああ、ちょうど。リバーブとディレイ突っ込むだけで。バカですなちょっとリバーブ強いね。これウィットちょっと下げ。バカですなで、イコライザーも。通してあげるとバッチグーボーカル違うイコライザーバカでバカ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 ですバカですなバカですバカバカバカおっとこれバカでどういうことバカです。バカです。音は入ってきてない気がする。バカです。トラックを間違っていた。こっちでしたね。バカです。バカです。バカです。バカ、バカですな。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 バカですなちょっとブーストしてあげて、ね、で、これが、まあ、ライト、フリー版だね。で、ラッカちゃん。バカですなバカですなバカ、バカですなバカですなこれ、目つぶって聞いてごらん。バカですなこれ、機械、合成、音声、機械の、機械で
演奏してるとは思えないよね。目つぶってもう一回。バカですな。本当に本当に誰か喋って歌ってるみたいな。バカですな。感じだよね。でこれで今あもう40分経っちゃったか。3時間40分。とりあえずこれはあでね、いらないトラックね、もしあったらね、このそのトラック右クリックするとこのデフォルトにリセットするっていうのがあるから、これリセットするとあのこのデフォルトのこの状態に戻るから、いらないトラックはこういう風に消すというか、リセットしてね。まあ、チェックは録画停止した後に一通りチェックちゃんと入れて仕上げておくから。で、忘れちゃいけないのがこれ、曲作り終わったら、この魔法のマキシマイザーをオンにしてみて。ゼロデシベルをきっちり守って音圧めっちゃ上げてくれるから。よし、この動画このくらいでいいかな。うん。でね、話元に戻すけども、日頃からウェーブファイル、ワブファイルをね、拾い漁って、海外サイトの方が、持ってない、その音知らないわっていう音、いっぱい落ちてるから、日本で漁ると、あ、その音なんか聞いたことある、その SE どっかで聞いたことあるっていうのに、やっぱ、単純な音をみんなが使ってる、みんなが知ってる音を拾ってきちゃうから、海外の方に行って、あ、最近ね、あの YouTube とかね、あのハイジャック、あの、ブラウザーのね、そのセッションクッキーをね、クッキーをそのまんま、そのお使いのパソコンからセッションクッキー、ブラウザーのね、なんだろう、Google アカウントにログインしましたっていう、その、し終わった後のクッキーをね、そのどっかのサーバーにアップロードされちゃって、で、Google アカウントが乗っ取られる、ハイジャックされる。で、Google アカウント乗っ取られると、YouTube のチャンネルも、まあ、ハイジャックできちゃうわけよ。で、Google、YouTube チャンネルはね、最近、ハッキングされてるっていう被害もね、まあ、海外からスタートして、徐々に広まってきてるから、今年、まあ、去年の頭からなんだけど、またね、この年末になって、11月末ぐらいかな。で、12月頭からね、今、ちょうど20何日で、すっごくそのハイジャック、YouTube チャンネルがハイジャックされて、なんか違法的なね、なんかその、動画が勝手にアップロードされてしまうみたいな被害がね、だんだんその中国、韓国、日本人にね、徐々に、この間、数日前も、某、YouTube のね、大きいチャンネルの日本人のね、TV っていうね、ところもハイジャックされて、るっていう被害がね、日本人にも出てきてるから、みんなもね、気をつけてね。だから、極力はね、Google にログインした情報っていうのは、ブラウザーに残さない、つまりログアウトする。めんどくさいけど。もう絶対そのハイジャックされたくない、乗っ取られたくないっていう人は、利用しないってなった時はログアウト。で、ブラウザーのキャッシュにはログインしていない状態のクッキーのセッションにしておくのがちょっと無難かな、ちょっと。めんどくさいけども最大の防御につながるのかなって僕は思ってるね。もしくは、ちゃんとセキュリティソフト、有料のセキュリティソフトを買う。で、まあ話全然それるけども、
セキュリソフト入れなくても全然いいよっていう人と、入れた方がいいっていう人と、もう2極に分かれるんだよね。僕は入れた方がいいっていう派なんだ。特にファイアウォールっていうのは、何かその新しくね、インターネットに接続しよう、インターネットに抜けていこうというものを自動的に検知して、一旦遮断して、これをインターネットの接続を試みていますが通しますか、それともその遮断、今後ずっと遮断しますかっていうふうに聞いてきてくれるんだよね。セキュリティソフトを入れておくと、ファイアソフト、ファイアウォール。だからなんか知らないうちにね、アプリケーションが勝手にインストールされていて、で勝手にファイルをなんどこかしらにアップロードしているってことをね、未然にその知ることができるわけよ。それを試みようとした挙動をね、知ることができるわけ。セキュリティソフト入れてないと、それ、わかんないんだよ。アラートするものが何もないから。で、Windows のね、ディフェンダーっていうのもあるんだけども、あれもね、全然ダメなのよ。アラートで教えてくれないのよ。このアプリケーションがインターネットにアクセスしようとしています。どうしますかっていう風なね。で、全部素通りになっちゃうわけよ。ディフェンダーで検知できないものは全部素通り。一旦遮断することもせず。で、僕は、ノートン360のデラックス使ってんだよね。でね、だから今年僕ね、YouTube ハイジャック2回ぐらいされたのよ。だから、今までフリーソフトの、フリーウェアのね、セキュリティソフトを使ってたんだけど、うん。2回ハイジャックされて、まあ、そのね、Google チームと YouTube のね、サポートチームに協力を得てね、その、奪還できたわけなんだけども、2回もハイジャックされたから、もう、原因どこかわかんないんだよ。何が原因でハイジャックされたのか。2段階認証も設定してんだよ、携帯電話。僕の携帯電話がないと、ログインできないはずなんだけども、海外のね、多分ソビエトとかロシアの方のユーザーだと思うんだけども、ハイジャックされたわけよ、2回も。だから、ログインする方法としては、僕のね、ブラウザーのログイン済みのね、その、セッションクッキーを持ってかれたとしか考えられないんだよね。で、そのね、で、何の話だったっけ、話脱線しすぎて。だから僕はインターネットセキュリティはね、ノートン360デラックスを使ってますよと。なので、絶対ファイアウォールはね、なんか入れた方がいい。何かのね、ファイル、エグゼファイルに限らずね、何かのダットファイルとか、何かが動作してインターネットに抜けようとしたときに、パソコンからね、インターネット、LANに通過しようとしたときに検知し、自動的に検知して、これお初のアクセスですけども、大丈夫ですか？遮断しますか？通しますか？って聞いてきてくれるから。で、実際にね、入れてからね、ノートを入れてから、何回かね、あった。エグゼファイルじゃなかったんだよ。全然。なんか、ダットファイルとか、なんかよくわからない拡張子のファイルがインターネットにアクセスしようっていう、検知が、アラートが出てね、ノートの。いやいや、そんなファイル知らない。だから遮断しますってね。以後ずっと遮断しますっていう設定にしてるから、したから。もう僕は大丈夫だと思うけどね。今後、ハイジャックされることはそうないと思うけどね。まあ、YouTube、ハイジャック増えてますから、気をつけてください。ということで、もしよろしかったら今回作った、このプロジェクトファイル、設定してね、使って、FL スタジオを起動してすぐ作曲を開始できる状態になってますんで、ぜひ使ってみてください。で、特にコメントとかいらないんで、好きなようにダウンロードして持ってってください。
それではまた次の動画でお会いしましょう。多分ね、次の動画はね、FL スタジオのね、ざっくりした使い方。FL スタジオユーザーがね、やっぱり日本人少ないから。FL スタジオのざっくりな仕様。例えば、キューベースと比べてどうなのか。FL スタジオってどう使うの？何が違うの？なんか分かりづらくない？っていうね。なんかそういう、なんか印象持っちゃってる人いると思うんだ。ただでさえ日本語言語対応してないから。そういうのもひっくるめて。この FL スタジオ、EDM とかトランスとかに向いてますよ。なんて言われてますけども、実はそんなことないよっていうこととかね。この FL スタジオの簡単なざっくりした使い方とか説明する動画でも作ろうかな。ちょっとその僕のチャンネルもね、DTM 方面もちょっと別のハードルネームで別のチャンネルで僕それやってんだけど、まあ、このチャンネルでもちょっと DTM の要素、音楽方面、ミュージック方面もちょっと今後入れていこうかな。長続きはしないと思うけど、なんて他のチャンネルで僕ちゃんとやってるからね、もうアーティストとして。でもやっていこうかなってちょっと思い始めてるんで、また次の動画でお会いしましょう。それじゃあまたねー。3時間50分くらいになりました。